マイクチェックしてもらいます。背中で歩く高田さん1話。紙のプロレス違う。1998年11月25日、紙のプロレス13号、高田信彦さんのインタビューを振り返っていきたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。13号ですね。はい、1998年、行きました。はい、11月発行ですから、うん、2度目の高田ヒクソン戦が終わった直後に発刊された、はい、ということですね。2度目の高田ヒクソン戦、はい、はい、2度目の高田ヒクソン戦終了後のインタビューですね。はい、2度目のヒクソン戦終わった、負けたというキャッチがありますけれども、どこですか。右上です。あ、ここ、ここ、はい、あ、本当だ。2度目のヒクソン戦、うん、終わった、負けた、うんうんうん、俺は今回ほど人の喜ぶ顔が見たくて勝ちたいと思ったことはないね、という高田さんのコメントがタイトルになってますけど、はい、これまずはじゃあちょっとリードを読みます。はい、98年 10.11 東京ドーム、世紀のリベンジマッチを迎えた高田はすこぶるいい顔をしていた、うん、ドームを揺るがす高田コールに迎えられた花道では笑みさえこぼし、全くと言っていいほどふてぶてしく映る。コールを受ける時の高田が光を放つ。高田はかっこつけしいではなく、もともとかっこよかったことを誰もが思い出した。いつしか身につけたただ思いだけの旧式の鎧。ものすごい落差でどん底まで落ちた高田は、その鎧を脱ぎ捨て裸のまま大地を走り出した。裸の高田はこの1年で底力という二度と離れないナチュラルな鎧を体に貼り付け、戦いの陣地取りへと繰り出した。3万6千人は総バイアグラ状態。行け高田、ゴーゴー高田。しかしヒクソンも敵ながらあっぱれ、憎いほどうまかった。どうする高田、最大級の興奮をもたらしてくれた高田信彦へ本誌はきっぱりとこの言葉を送りたい。男なら勝つまでやれや勝つまで、というリードですけれども、うん、はい、まあ主催者が3度目はないというポスターを作ってるにもかかわらず勝つまでやれや勝つまでというですね、よく覚えてますね。そんな3度目はないってインパクトありましたよね。はい、はい、あ、なるほど、はい、はい、うん、これは、田村さんは、うん、2度目の高田ヒクソン戦はご覧になられたわけですよね。もちろん98、10.11、はい、あそこで考えますか。はい、2回目は、うん、記憶がすっぽりと抜け落ちてますか。抜け落ちてますね。でもまあ間違いなく会場に行ってると思いますけどね。98年10月11日の前後ってちょっと調べてくれませんか。どういう意味ですか。リングス、僕が所属してたリングスの試合、ちょっと一回止めます。はい、はい、6月、はい、あの、はい、98年の10月近辺の田村清志氏を簡単に振り返ると、はいはい、98年6月に前田明賞が出た、はい、田村高坂戦が、はい、30分ドローでした。30分ドローですね、時間切れドローです。はいはい、で8月に、試合後に、ズボンを脱がされた、田村成瀬戦、これがあります。そこだけはしょると、ね、変です。変ですよね。はい、これも僕が尾骨骨折したのにかかわらず、はい、お尻の尾骨かと思って短パンを脱がされ、尾骶骨かと思われて、はいはい、あれは看護師さんにズボンを脱がされた、脱がされそうになったという逸話が試合後にあった成瀬戦ですね。はい、うんうん、で9月が、横浜文化体育館かな、はい、山吉戦、ランキング戦があるんです。はいはい、ここごめんなさい、話飛んでいいですか。はい、8月の成瀬戦で僕は 鼻がへの字に折れて骨折をしたんですよ。はい、まあ骨折だと思うんです。への字に折れた、はい、くの字まあ似てますけどね、横をこう縦にすればくの字に曲がって、でその3週間後山吉戦。ああ、そうか、8月28日が新潟ですので、はい、9月20何日かが横浜だ。そうですね、3週間ぐらいですよね。はい、これね、僕病院に着いた時は くの字に曲がってて、はい、まあ、リングの幹部の人が次9月はもう欠場だなこれって言ってて、はい、で僕あちょっとほっとしてた、うん、はい、そしたら9月に試合、多分メインだから休ませてもらえなかったんだと思いますね。なるほど、はい、9月が、うん、で10月からなんと、うん、はい、あ、もうそこはスルー
さらっと行くんですね。いや、ここなんか膨らませようか。いや、いいんです、いいんです、いいんです。大変でしたね、の一言があれば。僕も。まあ、もうだいぶ前の話ですからね。そうですね。ここは大変でしたねって言っても、あまりリアリティが出ないかなと思いまして。うん、はい、10月23日。10月が大変なことが起こるんですよ。はい、まあ、高田ヒクソン戦がプライド4で行われましたけれども、うん、リングスでは、うん、なんと国別対抗戦が始まってます。あ、はいはいはい、国別対抗戦始まっちゃいましたよ、これ。そうですね、もう、うん、国別対抗戦って言っても視聴者の人が、はい、なんじゃそれ的な感じだと思うんですけど、これは国別に3人ずつ選手が選ばれて、うんうん、はい、で勝ち抜き戦を行っていくんですね、うんうん、ですから例えばヨーロッパの方ですとディック・フライ、ハンス・ナイマン、ヨープ・カッセル組、はい、組じゃないな、の3人トリオ、はい、はい、とボルク・ハン、イリューヒン・ミーシャ、セルゲイ・セイソロフ、ロシア、スーセロフ、はいはい、ロシア勢、はい、で日本は田村幸坂、成瀬、うん、この3人なんです、うんうんうん、でまあ、その他のチームボリス・ジュリアスコフ、うん、ティミータ・ペトコフ、トドール・トドロフ、うんうん、のトリオ、トリオで、はい、勝ち抜き戦を行っていくスタイル、うん、これ伝わりますかね。大丈夫ですか。まあ伝えなくてもいいんじゃないですか。おそらく伝えなくてもいいって、うん、また暴言吐きますね。いやいや、おそらくこう、はい、リングスの国別対抗戦ってね、割と黒歴史だと思うんで、うん、あ、そうなんですか。僕もね、うん、あんまり覚えてないです。うん、大阪府立でやったのはあるんですか。あと、もうあまりインパクトを残さない、あの発想とかアイディアとか、はい、企画はすごい素晴らしいなと思うんですけど、うん、実際会場とかでそのお客さんの熱気とかは、うん、なんとなくちょっとポカンとしてたような気がします。はいはいはい、まあ、確かにこうマット界はその対グレイシーだったりとか、うん、UWF 対グレイシー、プロレス対グレイシーみたいなことで、うん、こう盛り上がっていって、これから総合格闘技の波がうわっと来そうな雰囲気の時に、うんうんうん、はい、この3人ずつのトーナメントというのは、うんうん、一体なぜだという国別があったのは確かですね、うん、そうですね、うん、ただここはもう一旦スルーして、はい、高田さんの話に戻しましょう、うん、第1回 FNR カップ、はい、FNR カップって言ったら、はい、うん、でもこれ国別対抗戦ですよって田村さん雑談してる時にパッと出てきましたけど、はいはい、やっぱそれだけその記憶はあるんじゃないですか。うん、うん、ちなみに、うん、10月は愛知県体育館、うん、10月23日です、ね、ちょっと待って、それ黒歴史引っ張りますか。いや、黒歴史じゃなくて、これ田村清対バロージャ・クレメンチェフの、はい、うん、いわゆるシングルマッチが行われてるんですよ。あ、 10月に10月ですね。で11月に、はい、田村幸坂成瀬の日本チームは初陣を飾るわけです。トーナメント1回戦。なるほど、はいはいはい、11月20日が愛知県体育館なんですよ。うんうんうん、でここで、ロシアチームと、うん、勝ち抜き戦を行っていくんですね、うんうんうん、ですから、まあ今さっと言って、うん、聞いている方は混乱してしまったかもしれませんけれども、うん、6月 TK 戦、8月成瀬戦、うん、9月山吉戦、うん、で10月から、そのトーナメント、国別対抗トーナメントが始まって、ただ10月は、スペシャルマッチ的に、はい、僕は、バロージャ・クレメンチェフと、はい、対戦してると、うんうん、そんなような、うん、田村清氏です。はい、なるほど、はい。じゃあちょっと高田さんのインタビュー振り返りながら、はい、僕のか、うん、記憶も読み、うん、振り返りながらやりたいと思います。なるほど。はい。はい、ではですね、はい、これ田村さんが、うん、2度目のヒクソン戦を、うん、どこで見たか、あるいは見てないのか、うん、そういったことも振り返りながら、はい、探っていきたいんですけど、はい、どういう試合展開かっていうのはお分かりになってますか。全く思い出せないです。うーん、1回目のインパクトがありすぎて、うん、ちょっと薄れてるかもしれないです。なるほどね、はい、ですから入場は、ちょっと待って、入場はインタビュー行かないんですか。入場はですね、吉川浩二氏の曲がかかって、うんうんうん、あのいつもの高田さんのテーマ曲じゃないわけですよ、うんうんうん、で割とこう笑顔を振りまきながら、うん、こうガッツポーズをしてみたりとか、うんうんうん、割と明るい感じで出てきたんですね、はいはい、でまあ高田信彦っていうのはやっぱりかっこいいよなというイメージで出てきて、1回目のヒクソン戦とは打って変わった、う
はい、入場シーンですね。うん、あ、リラックスされてるんですね。はいはいはい、で、もう最初からこう殴り合いというか、うん、四つに組んだ展開になっていって、うん、この写真のキャプションまず読んでいっていいですか、試合展開って、うん、あ、はい、はははよろしいですかね。全然いいです、はい、いいです。16ページ16ページ、はい、はい、ぶん殴り合いに活路を見出したかった高田、うん、高田はロープ際コーナーに詰めた状態で膝をコツコツ当てていった、うん、一度はボディへの膝で尻餅をつくようにダウンしたヒクソンに対して、まだ高田の表情も去年に比べたら断然余裕があった。次の写真のキャプションが、意外にもヒクソンを転がしてヒクソンの家であるグラウンドに持っていった高田、だって簡単に転がっちゃうんだもんとは高田の弁だ。作戦ミスと見るか、相手の家に乗り込んでいった心意気を見るか、どちらにしても目の離せない展開だった、うんうん、で高田がオフェンスの姿勢を見せるたびにドームに津波のような歓声が湧き起こる。行け高田、ゴーゴーノブ。アグレッシブにアキレス、ヒールと2度足を取りに行った高田だったが、しかし焦りすぎたのかホールドするまでには至らなかった。うんうんうん、で次のページですね、はい、ヒールに行くところを立ち上がられてマウントを取るチャンスを与えてしまった高田、足を狙う作戦は多くの格闘家が打倒ヒクソンの突破口として挙げていくことだが、さすがはヒクソン、足狙いに対しても一筋縄ではいかなかった。でヒールをうまく抜けて再びマウントを取ったヒクソン、この絶体絶命の体勢にも高田はブリッジなどで勝負への執着を見せた。がこうなったらヒクソンは勝手知ったる自分の部屋に帰ってきたようなもの、で最後の写真ですね、マウントを何度か抜けた高田だが、1ラウンド残り30秒でマウント防御をミスしてしまった。ヒクソンはマウントをおとりにするようにくるっと回りながら電光石火の逆十字、皮肉にも昨年と同じフィニッシュ、もうこうなったら勝つまでやれやであるというキャプションが並んでいますね、うんうん、はい、これまあ写真と今のキャプションで、うん、だいたいなんとなく大まかにこんな試合内容だなという、はい、ことはこれ、うん、これ僕ね、うん、見てないかもしれないですね。見てない、うん、2回目は見てないかもなるほど知れないです。じゃあ結果だけをどこかで待っていたというか、ね、はいはい、うん、これ今思い出せる限りでいいんですけど、うん、なぜ見に行かなかった、見なかったんですか。全然記憶ない、全くです。だからなんか、よっぽど1回目がショックだったのか、うん、2回目が本当、ね、見てるのに抜けてるのか、一度目のインパクトがやっぱり強すぎたんでしょうね。でもこれ2回目はちょっと1回ちゃんと見てみたいですね。あ、そうですね、うん、まあ、こんなこと言っていいのか分かりませんけど、 YouTube とかではね、はい、転がってたりすると思うので、うんうんうん、そうですね、ちょっと、改めて拝見させてもらいたいと思います、はい、じゃあインタビューいきますか、はい、うん、はい、聞き手が、去年はヒクソン戦の後ハワイに行ったらしいですけど、今年はどこに行ったんですか、うん、と聞くと高田さんが、ん？六本木、うんうんうん、去年ハワイに行ってさ、太陽を一回も見てないんだよ、はい、ごめんなさい今更ですけど、はい、これ一回切りましょうか。え、切りませんかって、まだ何にもやってないような気がするんですけど大丈夫ですか。大丈夫です、一回切って次に、はい、第1話が始まるという感じで、分かりました、はい、ありがとうございます。2話目、神のプロレス13号高田信彦さんのインタビューを振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、じゃあ、はい、もうインタビューいきましょうか。早速いきますか、はい、聞き手、去年はヒクソン戦の後ハワイに行ったらしいですけど、うん、今年はどこに行ったんですか、うん、高田さん、ん？六本木、うん、去年ハワイに行ってさ、太陽を一回も見てないんだよ、太陽が沈む頃に起き出して、それで二日酔いでしょ、夜はまた飲みに行くでしょ、ハワイに何しに行ったか分からなかったよ、どこに行っても同じだから、
ごめんなさい、これ言い方が違うな。どこに行っても同じだから、今年は六本木、3日連続、あ、3日連続六本木で、聞き手が、通院ですか、去年は、今年は去年よりお酒も少しは美味しく感じました、高田さんが、それはあんまり変わらないね、かっこ心の底から悔しそうに、で、聞き手が、奥さんの向井亜紀さんからはどんな言葉をかけられたんですか、高田さんが、お疲れ様くらいだね、どんな試合に関しても結果については何も言わないから、去年は彼女も泣いていたけど今年はそういうようなこともなかった、聞き手が、一緒に飲みに行ったんですかと聞くと、高田さんが、そう、で、聞き手が、浴びるように飲んだと聞くと、高田さんが、浴びるようにっていうか泳いでるようなもんだよね泳いでるようなもんでってすごいなで、聞き手が、泳ぎましたか、試合後のコメントで3度目をと高田さんは言ってましたけど、今でもその気持ちは変わらないですか、と聞くと、高田さんが、それが日に日に強くなってくるんだよ、もうここまで来たら10回20回、いや100回でもやりたいね、なんとしても常識的に考えたら3回目も無理だろうと思うけど、1回目も2回目も実現したのは運が良かった部分があるからね、自分の運を信じたいね、で、聞き手が、時間が経てば経つほど悔しさって増すもんでしょうね、と言うと、高田さんが、そうだね、かっこ心の底から悔しそうに、今日は満タン状態、で、聞き手が、満タンですか、ああ悪い日に来ちゃったな、と言うと、高田さんが、ん、いやいい日だよ、で、聞き手が、仮にブラジルに乗り込んででも再戦をっていう気持ちはありますか、と言うと、高田さんが、それでも OK、まあ自分としては日本のファンが見てる前でやれることに越したことはないけどね、ただ日本以外で無理だと思う、向こうのギャラのことを考えたら、で、聞き手が、だけど現実の結果を受け止めた上で言いますけど、僕から見たらすごく面白い試合でしたね、会場の興奮度、観客の期待度の高さも含めて、で、高田さんが、やってても面白かったよ、過程は、でもやっぱり結果だね、で、聞き手が、高田さん的には今年も何らかの問題提起ができた試合だったということですかね、というと、高田さんが、そうだね、戦術的なものに関してもそうだし、2度目ということに対する期待感とかも感じたしね、去年と違った問題提起ができたんじゃないかなとは思いますよ。で、聞き手が、全格闘家にヒクソンはそんなでもないよというヒントを与えられた試合だったと試合後に言ってましたけど、高田さんが、2ラウンドまで行けなかったことがあの結果を招く自分の中での大きなポイントだよね、聞き手が、4分47秒という去年の試合タイムは試合中気になりましたか、と聞くと、高田さんが、全く気にならなかった、何度も言ってるように短くても自分が納得できる試合ができて、その上で勝てればそれが一番だし、5ラウンド10ラウンドとダラダラやってればつまらない試合になる、いかに悔いのない試合にするかっていうことしか頭になかったからね、で、聞き手が、去年と比べてヒクソンの感触というのはどうでしたか、高田さんが、結果的に負けてるから相手のことは言えないよね、聞き手が、せっかくだから言ってくださいと言うと、高田さんが、ただ勝つためには何をしなければいけないのか、今回は本当に手に取るように確信が持てた、相手は神でも超人でもないし、ただの柔術のおっさんだから、かっこ笑い、で、聞き手が、柔術のおっさん気持ちいいですね、かっこ笑い、高田さんが、ただしあの戦い方の中での勝ち方を熟知してるおっさんだね、でもそこを崩すことは不可能じゃない、今回は本当に強いなっていうよりもうまくやられたなっていう思いの方が強いんだよね、ただ最初に狙ったアキレスが彼に対するプレゼントになっちゃったね、で、聞き手が、逆に瞬間的でもいけるなって思った場面はありましたか、で、高田さんが、もらったっていう瞬間はないけど、全体として力が強いとも思わないし、足腰が強いわけじゃないし、ポイントはマウントに入る時のうまさだと思うんですよ、ピンポイントで入ってくるうまさがあるんで、そこをカットすれば違った結果になったかもわからないね、でも負けてぐちゃぐちゃ言うのもさ、初戦負けたじゃないかって言われればそれまでだからね、あとは神様にお願いして3回目をもらいたいっていうね、そうしたら違う結果を出します、というこの辺ぐらいまででまだタムチンストップはかかりませんけども、あまり気になるところはないですか、そうか、試合の記憶がないからあまりあれですかね、これ
リアリティを伴わないですかね、うん、でもね、この写真、うん、今あったじゃないですか、写真で連続の試合の経過の写真が、なんとなくこれで想像がつきますね、うん、このやっぱちょっとアキレス腱に行ったとこが一つの最大のキーポイントなのかなっていうふうに、まあ、そのまんま立ち上がられたというか、スルッとこう上になってマウント捉えちゃった展開なんですけど、それまではまあ本当に四つ相撲みたいな展開で、高田さんがコーナーに押し込んで膝をコツコツとヒクソンの太ももに当てていくっていうね、で一回は溝落ちあたりに入って尻餅をついてヒクソンがダウンをするという過程もあったんです。であとはこう、四つ相撲からこう本当にだって転がっちゃうんだもんっていうくらい割とこう高田さんが転がしていったというね展開もありましたし、ここはそうですね、ちょっと高田さんの、まあちょっと私の師匠格である高田さんに対して言うのは大変失礼かもしれないんですけど、やっぱ二度同じ十字で負けたっていうのが、もう少しなんていうんですかね、十字のこうディフェンスなりとか、その十字に行く過程ってマウント取って腕をまず決め固定して決めて、そこから足をまたいで十字の体勢に入るんで、そのか逃げれる過程が2つ3つぐらいあるんですね。だから、まあそこの十字への対策がちょっといまいちできてなかったのかなっていうのはあるんですけど、そうここはうまくて、マウント状態からこう片一方ちょっと右か左か忘れちゃいましたけど、手を押さえて右腕をこう取りに行くっていうおとりを見せながら、左腕をくるっと回りながら取りに行ったみたいな感じだったんですよ。だから割とこう高田さんとしてはこうマウント取られないようにする方に意識が向いていて、最後そのおとりにうまく引っかかってしまったみたいな。マウントを取られない、マウントを取られないことだけにこう意識を、でマウントを取られてるんじゃないですか、最後はですね、取られましたけど、一度マウントをこうブリッジとかで解いてるんです、ああそうなんですか、もう一回取られてそのまんまっていう形ではないので、で2回目にこうまたマウントを取られた時に、その右腕を取りに行くように一回おとりを見せた上で、なるほど、ただまあヒクソンがやっぱりそういう十字の、まあ、テクニックが勝ったってことですかね、やっぱちょっと見た感じでね言うのって簡単なんで、私も高田さんのことを十字のディフェンスがと言いましたけど、やっぱり柔術を百戦錬磨でやられてるヒクソンが腕十字っていうのは自分の型を持ってってると思うの で、ね、やっぱまあどんな格闘家でも逃げれる確率はちょっと低いのかな、型にはまっちゃえば、1回目マウント取られた後に、まあ、1回そのマウントを、解いて、サイドポジションか何かになったのかな、もう1回目のマウントを取られて、あこのまま行ってしまうかなと、このままやられてしまうかなという危惧もあったんですけど、もう本当に、ね、結構粘って、解いて、で1ラウンドがもう残り30秒だったんですよ。そうなんですか。だからその30秒だけ、なんとかしのいでくれれば2ラウンド目があったので、2ラウンド目での、まあ、ヒクソンのスタミナ切れとか、まあ、太ももへの膝を嫌がってたり、水落ち入れられて一度尻餅的にダウンしたりとかあったんで、2ラウンド目があったらまた、まあ、これ足らればですけど、違う展開になったかもしれないという、そこは残念でしたけどね。そうですね、これであの戦い方でやっぱ本当、戦術で違ってくるので、高田さんがまあ四つに組んだ状態でヒクソンをテイクダウンというか倒した場面があるじゃないですか、でアキレス腱狙って体勢が変えられたということなので、テイクダウンしたらもう一回立てばよかったとは僕は思いますね。そこで一つまたその
もう一つの川が生まれてくるので、うん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 、まあこれは本当たらればですけど、はい、高田さんがもし本当に勝とうとするんであれば、うん、そこをもうアキレス腱狙ったそのアグレッシブな積極的さはすごくいいと思うんですけど、はいはい、確実に勝つ、うん、行くんであれば、うん、一回離れてもよかった、うんうん、テイクダウンをして離れて、はいはいはい、もう一回組んでもよかったかなと思いますね。そうですね、うん、だって簡単に転がっちゃうんだもんとは高田の弁だという写真のキャプションがありますけど、うんうんまあ、これを作戦ミスと見るか、うん、相手の家に乗り込んでいった心意気を見るか、うんまあ、どちらにしても目の離せない展開だったというキャプションがついてます、うん、ここねクラッチ組んでああいうあのがっぷり四つになるとここはもう9-1で高田さんに分があるんで、うんはいはい、それはなぜかというと、うんまあ、柔術系の人ってこう引き込んだりするのは得意じゃないですか。うんはい、だからテイクダウンをしに行くっていう技術はあまり、うんうん、この当時っていうのはなかったと思うので、はいはいまあ、そうですね。で、高田さんは割とこう相撲っていうか 足腰も強いですし、はい、強いですからね。このスタンドレスリングだけで、スタンドレスリング、うん、がっぷり四つからの状態で、なんとかまあ、転がしたり、うんうん、距離を取ったり、まあ、本当コーナーに詰めて、うん、太ももへ膝を当てに行ってコツコツとやったり、うんボディに膝を打ったりとか、うんうん、あの展開がもう少し長引いてれば、うんうん、また面白かったかもしれないんですけどね、うん、なるほど、うん、でもよく対応されたっていうのは変ですけど、うん、頑張られましたね、うんうん、そうですねだから、うん、実はこの2度目の高田戦がヒクソンが一番苦しんだ試合じゃないかとも言われてるんですよ。一番苦しめたのはやっぱり、うん、あの高田信彦だというね、うん、声が上がったりとか、うん、で1度目のやっぱりあのショッキングな敗戦があったのでそっちの方がどうしてもイメージが上回っちゃいますけど、うん、はい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 、うん、そこはあるかもしれないですね。なるほど、うん、で、インタビューの続きです、続きはいちょっとここだけいいですか。はい、聞き手がしかしあの試合の興奮って言ったらないですよね、うん、ああいった興奮というか熱というか、うん、テーマがなければマット界は正直言って持たないと思いますよ、うん、だからというわけでもないけど3度目はあると行きたいもんですねと聞き手が言うと、うんうん、高田さんがね20世紀は終わらないよねと冗談で返してますけどね。これちょっといじモノマネ入ってますか。いいえモノマネなんてもうもったいないですもったいないってどういうことですか。で聞き手が来年は1999年だから、うん、高田さんがリベンジを果たして20世紀はもうおしまいという方が気持ちいいですね、うんうんうん、ところで今日ここに来る前にああこっからあれだ前田明さんに試合のビデオを見てもらったという話になっていくので、うんうんうん、ここぐらいにしときましょうか。なるほど、はいはい、うんまあ、ちょっと私2戦目見てないので、はいうんまあ、今更1998年のことを2023年のことに発言するのは本当だいぶ後出しじゃんけんなんですけど、うん、25年経ってますからね、はい、ただもう一つはやっぱ10時で2回負けたっていうのは、うん、まあヒクソンがやっぱりそういう運命というか星を持ってる、うん、運を持ってるのかちょっとそこが同じ技で2回っていうのが残念っていうか、うん、やっぱり心残りではありますか、ね、はいはいはい、はいうん、他にどんな負け方したらよかったですかね。負けることを考える場がいるから、うん、うまいですねじゃあこんなところでよろしいですか、うん、だからそうです、はいはい、もうちょっと重複しますけど、うん、スタンドで四つになった時に膝を入れた、はいうん、でテイクダウンを取ったらもう離れてもいいですし、うんうんうん、でそこからローなりして、うん、でヒクソンは絶対自分からこうテイクダウンっていう先に積極性があまりないので、はいうん、ただ高田さんが組むか、うん、スタンドで組むか、うん、組んだら膝蹴り、うん、離れたらローキック、はい、でもうそれだけでよかったと今更ながら思います、はい25年後に思いますか、はいうん、ちょっと大変失礼ながらご意見を述べさせていただきました、はい、じゃあ2話目は以上で3話目前田さんのビデオをもらった3話目はないっていうことはないんですねなるほどありがとうございます。3話目はありますありがとうございます、はい、
田さん3話目紙のプロレス13号高田信彦さんのインタビューを振り返っていきたいと思います。ラジオ感覚でお聞きください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回3話目になりますけど、はい、早速いきますか、インタビュー、はい。聞き手、ところで今日ここに来る前に前田さんに試合のビデオを見てもらったんですよ。そうしたらまだいつもの高田じゃないなって言ってましたね。あ、はあ、はあはあ、うん、これ2回目のですか。はい、2回目の、あ、 もちろんです、2度目の高田クソンズを、はいはいはい、前田さんに見ていただいた、うんうんうん、で、まあ、その記事はその記事で別に掲載されているので、うんうんうん、これまた、この収録でもやることになると思うんですけど、前田さんのインタビュー、はい、はい。ところで今日ここに来る前に前田さんに試合のビデオを見てもらったんですよ、うんうん、そうしたらまだいつもの高田じゃないなって言ってましたね、うんうんうん、でそれに対して高田さんが、ヒクソンは常に球大点を出してくる、常に安定した精神力と実力を持っている選手だと思うんだよね、うん、だからピンポイントでのさばき方っていうのが今回肌を合わせて分かったわけだから、うん、あとは経験だよね、うん、で聞き手が、あと前田さんは高田は慎重に行き過ぎた、もっと自信を持って厳しく行った方が良かったとも言ってましたね、うん、でそれに対して高田さんが、うん、俺としては立ち技のぶん殴り合いから活路を見出していくっていうのがベストだったんだよね、うんうんうん、だから組みついた時っていうのは極力慎重にならざるを得なかった、うん、で聞き手が、立ち技の攻防でいうと、うん、コーナーに詰めてる時に、うん、ヒクソンが高田さんの後頭部にパンチを入れて、うん、高田さんがレフリーに注意を促してましたね、うん、というと高田さんが、だっていけないんだもん、あ、反則になるんですか。で反則なん、反則ですね、後頭部スタンド状態、組んだ状態でコーナーを背に詰めますよね、ヒクソンを、はい、で詰められたヒクソンがコーナーを背にしながら、うん、高田さんの後頭部コツコツと、ほうほうほう、でレフリーにこれ反則じゃないかと注意を促してたシーンがあったんですよ、うん、で高田さんが、だっていけないんだもん、うんうんうん、まあ反則なんですね、うん、これは、まあ、この試合は反則、この試合のルールでは反則だったんでしょうね、はい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 、反則、まあそうですね、はい、で聞き手が、反則だもんって言うと、高田さんが、そう反則だもん、うん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 、で聞き手が、でもその後高田さんも後頭部に一発やり返してましたね、うん、で高田が、うん、一発ね、かっこ爽やかに爽やかに、はい、で、聞き手が、今度はヒクソンがレフリーに注意を促してました、うんうん、で高田さんが、一回は一回だからなんか子供の喧嘩みたいになってますけど、あ、一回やられたから一回返したみたいな、一、はい、回は一回だから、うんうんうん、こういう表現の仕方をする時の高田さん可愛いんですよね、うん、なるほど。で聞き手が、一回は一回、うん、気持ちは引いてなかったということですよね、うん、そういえばゴングが鳴る瞬間、高田さんはコーナーに戻るか戻らないかしないうちにすぐさまパッと振り向いて、陣地取りで言えば中央を確保しようとした、それを察知したヒクソンも短期決戦を狙ってるからというだけじゃない部分で、うんうん、いきなり同タックルを仕掛けてきましたね。へ、うんうん、高田さんが、とにかく気持ちの中で後ろに下がらない試合をしなきゃいけない、うん、だからあそこで一回コーナーに下がって、うん、せーのでやるのが嫌だったんだよ、うん、だからいつもだったらコーナーに下がってせーのなんだけど、うん、今回はとにかくそういう姿勢はダメだと思ってたからね。で聞き手が、僕はあの一瞬が一番ドキドキして面白かったですね。あ、じゃあ、うん、レフリー、あの試合前にゴングが鳴る前に向き合うじゃないですか、はい、でレフリーを真ん中に挟んで、で一回こう離れて離れ、ね、コーナーに戻ってゴングじゃなくて、はい、高田さんはそこからもう振り向いてすぐこう中央に陣地というしようとしたのか、はい、振り向いて、はい、振り向いて、あ、戻って振り向いて、はい、あーはーはー、一回コーナーに戻ろうとして振り向いて中央の方に、うん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 、でヒクソン、それを見たヒクソンが、うん、あ、自分もコーナーに戻らずに、うん、もういきなり同タックルを仕掛けてきたみたいな、うん、組み合ってきたわけですね、はいはいはい、だからヒクソンの方から組み合っていったんですよ。だからここでやっぱヒクソンも何かを感じたんじゃないですかね。ここで一歩高田さんに先制攻撃をされると、うん、今年の高田はちょっと違うぞっていう。打撃、ヒクソンは打撃を警戒してたっていうのは、うん、あると思いますね。ですから自分から組みに行ったんだと思いますね。で高田さんは高田さんでぶん殴り合いに活路を見出したかったっていうので、
で、聞き手が僕はあの一瞬が一番ドキドキして面白かったですね、うん、というと高田さん、あっそう、ここは真似するとこじゃないですね、真似じゃないですこれは、はい、雰囲気を出したかったんですけど、うんうん、で聞き手があの瞬間に両者のこの一戦における戦術やここまでの1年間の思いや意気込み、うんうん、いろんなものが絡み合って立ち上ったような気がするんですよ、うんうんうん、と高田さんが後で見てみようと、うん、これはあの私も忘れてましたね、この立ち上がりゴングが鳴った時の、はい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 、あ、今思い出しました、うん、そこが一番面白かったっていう、はははは、あ、なるほど、うん、なるほどね、うんうん、で聞き手がすかさず同タックルを仕掛けてきたヒクソンもさすがだなと思ったし、高田さんも去年とは意気込みが全然違うなって思ったし、うん、あの場面を見れただけで帰ってもいいやと思いましたよ。で高田さんが帰っちゃダメだよ、うん、帰っちゃダメだよ、うん、だけどあんなにいきなり同タックルに来るのも反則だよねあれ。で聞き手がいやあれは反則じゃないです、うんうん、で高田さんあっそう、うん、あの時はね一発で足の内側を蹴り砕いてやろうって思ってたんだ、ああそういった部分に関しては思い切り大胆に行きたかったしね、うん、あなるほどね、踏みつけですかねコーナーに、いやもう立ち上がりじゃないですか、ローキック、ローキ、はい、あローで、あー 内ももに、はははは、インローですよね、はははは、田村さんの得意とする、なるほど、うん、はい、そこでもう足をもう蹴り砕いてやるぐらいの一発を行きたかった、うんうんうん、でそういったことをヒクソンが察知したのかしないのか、うんうん、おそらく察知してると思うんですけど、うんうん、ここはもう自分から組みに行った方がいいと瞬間的に判断したんじゃないですかね、うん、なるほど、面白いですね、はい、面白いですね、もう一回見てみたいな、そういったことも含めて、うん、今回の負けについては現実として受け入れられましたか、うん、と聞き手が聞くと高田さんが現実を受け止めなきゃしゃあないんですよ、うん、今回も完璧に負けたんですよ、それは現実に出た答えなんだから認める、うん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 、そこからやってる本人がどの方向に発想を展開するかでしょ、うん、マスコミあたりに去年よりは進歩があったとか言われると逆に悔しい、うんうん、子供が大人に突っかかっていってるようなシチュエーションに見られてるようでさ、負けは負けだから、うん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 、で聞き手がそういうことですね、問いの手を入れると高田さんが、うん、やっぱり全然満足してないし、今年は試合前も試合中も常に勝ちたいと思ってやってた試合だから、うん、そういった意味では負けを受け止めながらも行く道っていうのは3度目に絶対にぶっ倒す、うん、その道を信じていく、うんうんうん、何を言われようがね、俺は今回ほど人の喜ぶ顔が見たいから勝ちたいと思ったことはないね、うん、自分じゃないんだ、うん、今日ここに、ここというのは東京ドームですね、うん、今日ここに来てくれて俺を応援してくれてる人の喜ぶ顔が見たくて、うん、それだけだったんだ、うん、それを実現したいんだ、うんうんうん、それができなかったのが悔しい、うんうんうん、で聞き手がこれから高田さんの方からヒクソン側に何かしらモーションを起こしていくということですか、うん、と聞くと高田さんが少しでもこっちに気を引くようなシチュエーションを作っていきたいね、うん、で聞き手が試合後の控室でも高田さんは武道家ならば金金と言わず3度目を受けてほしいって言ってましたね、うん、いっそプロレスファンがスポンサーになればいいんですけどね、うん、高田さんがいいねヒクソン基金ってやつそうそうと聞き手が言うと高田さんが、うん、それはでもすごいプレッシャーかかるよ、うん、今度は本当にプロレスを背負うことになるよ、うん、前代未聞だね、うんうん、という感じで、うん、ここでタムチンストップはまだ入らないですかね、うん、入らない、入りません、あそうですか、はい、で聞き手が今回うちで試合後にアンケートを取ったんです、うん、その代表的意見としては今夜のあのタムチンストップって高齢化にしようとしてます、他に何か言い方が今ふと思ったんですけど、私がタムチンストップ入ればいいですね、ドラゴンストップが4、うん、ドラゴンの4文字なので、うん、田村ストップだとちょっとあれなので、うん、タムチンストップにしてるだけで、名称はどうでもいい、あどうでもいいんですかはいはい、なんか聞き入っちゃいますね、ちょっと、そうですか、うんうんうん、いやこれ聞き入っていただくのはすごく大変光栄なんですけど、そうですね、読んでる方としてはどこまで読めばいいのかっていうのがですね、はい、これだけやっててもわからない、うん、一つねごめんなさい、はい、ちょっと戻っていいですか、はい、タムチンストップ入って、はい、タムチンストップ、はい、高田さんが、うん、足の内側を蹴り砕いてやろうと思ってたんだっていうのは、でお互いコーナー離れて、うん、向き合ってコーナーに戻る、でも戻りきらないでも臨戦態勢になっている状況で、はいはい、うん、1試合目と違うのはもう高田さんは
こうしてやるっていうのを決めてるところが、うん、僕すごいなと思う。なるほど。もうローで行こうってこう決めてるところが、うんうん、今インタビュー振り返ってると、うん、この迷いが なかったのは素晴らしいことだなと思います、うんうん、はいはいはい。ただ引くのが重いのかこう前に突っ込んでこられたん で、ねうん、だからそこの読み合いっていうか相手の空気感を、ね、そこが面白かったたんですよ。あ、うん、そうなんでしょうね。これ今、うん、読むまで忘れてましたけど、うんうん、あ、なるほど。そういえばそこはすごく興奮したなというか、うん、面白かったなと思って、そこの駆け引きがね、はい、はいはいはい。そうなんです、うん、だからそこでヒクソンがそういう高田さんの空気感を読んで、うん、やっぱりまあ目なり、はい、そういうこう筋肉の、はい、あの、はい、力み方とかで、あ、こいつ来るなっていうのを、うん、前に出てくる圧とかね、うん、察したんですよね、はいはいはい、そこで自分から踏み込んでいって、はい、ドータックル。だからそこを踏まえてもイクソンの方が審議対上なんだなと思うのと、うん、片方でやっぱ高田さんもこうしていこうってこう決めたのは、うん、僕はすごいなっていうふうに、はい、あのやっぱり、ね、試合で迷いがあるとやっぱりダメなんですよね。そうですね。うん。だからもう高田さん、こう、もうこう、どうだっていう、うん、足の内側を蹴り砕いてやろうっていう、こう、気持ちが。いや、いいじゃないですかね。この、うん、蹴り砕いてやろうと思ったんだというね。に素晴らしいことだと思います。うん、これぞプロレスラーですよ。うん。これね、勝ち負けじゃない。もうどうでもいいです。うん、負けは負けで認めてるんですけど、はい、やっぱ試合に向き合うために、自分がどうしていこうかっていうのを、こう、もう白黒はっきり明白にこう表現してるので良かったと思いますね。その両者の駆け引きだったりとか、うん、今の総合格闘技は、まあ、この頃からよりは全然もうルールも整備されて、うん、この後頭部が反則になるのかどうなのかは分かりませんけれども、うんうんうん、当時もルールも探り探りで作ってたわけですよね。ですからそのいわゆる読み合いだったり、うん、相手の気持ちの取り合い、うん、それから読み合い、それから陣地取り、うんうん、そういったことも含めて、うん、一挙手一投足が面白かったですよね。あの逆に、はい、迷いがなかった分、うん、高田さんこうアキレス腱の体勢からいっちゃったんじゃないですか、ね、かもしれないですね、うん、だから今だったら違う戦術をしたかもしれない。いや、もちろんそうです、はいはい、うん、だから僕ちょっと今あの自分のパトスミ戦を振り返りながら、うん、自分に置き換えても喋ったんで、僕もタックルで行くって決めて、うんうんうん、タックル入って、はいはい、でアキレス腱も取ったんですよ、うんうん、もう行くって決めて、うんうん、あそこももう、ハイリスク入りたんで、はいはい、同じように高田さんのように僕がマウント取られたかもしれない、はい、もうここはもう本当出たとこ勝負なんで、うんうんうん、もう本当紙一重なんで、はいはいはい、って思い出してない。だから高田さんもこう迷いなくいけたんで、うん、で結果はどうであれ腕十字で破れてしまったんですけど、うん、ちょっと本当おこがましいんですけど、この前向きな姿勢はねすごいなと思いましたね。だからそこら辺がまだ25年経った今でもこう伝わりきってないもどかしさはあるんですけど、なるほど。いや、非常にこの一瞬この試合面白かったと思いますね。これでも僕た、うん、私たちインタビューこの内容を聞いて、はい、もう一回高田ヒクソン戦2回目の、うんうん、見ると面白いかもしれないです、ね、はい、面白いと思います、ね、あ、精神的なそのお互いの、はい、ヒクソンの素晴らしさもよくわかります。うんうんうん、はい、だヒクソンがやっぱちょっとちょっとあんまり言いたくないですけど、一枚上手だったのかもしれないですね。そういう意味ではこういう戦いはやっぱ慣れてる、うんうんうん、ますよね。やっぱりそのプロレス UWF なんかこのオープンフィンガーはやっぱり高田さんもつけたのはね、うん、ヒクソン戦が初めてでしょうし、うん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 、そういう意味ではまあ経験が、うん、ヒクソンよりは少なかったというのは言えると思います。まあ格闘技のね、うん、その MMA の創世期というかもう初めなんで、うん、やっぱルールも把握できてないし、うん、そこはねやっぱ心配になりますよ。そうですね、はい、だからこれが1回目であったら、うん、マット界の雰囲気も全然違ったのかなっていうのはありますけどね。なるほど。 UWF 対グレイシーの名勝負数え歌が何発も出てきたかもしれないですよ。もしあのもう一個単人ストックいいですか、はい、これ後頭部にパンチ入れてって、うんうん、高田さんがレフリーに注意を促してた、うん、ここすごいですね。そんな冷静に判断できないですよ。ああの
総合格闘技で今もその高田ヒクソン戦から歴史作られてきましたけど、うん、今はもう皆さんルールっていうのは大体把握してるわけですよ、はいはい、見てるし、うんうんうん、でも高田ヒクソン戦からその総合格闘技っていうルールが少しずつ改善しながらできてた中でやってる本人も手探り状態なんですよ、うんうんうん、これやっていいの、うんうん、あれやっていいのって、はいはいはい、多分ルール説明その後の総合格闘技でもそういうシーンはいくつもありましたね。いくつもあります、うん、でも最初の頃ってルール説明の時にあれはこうでこうで、うん、ああでっていうのは、はいはい、ヒクソン側の要求もあったでしょうし、うんうん、高田さん側のそれはじゃあこういう認識でいいのかって、うんうん、そのやり取りの中で、うん、頭がねその交通整理ルールの整理ができてない中で、うんはいはい、高田さんはこうなんて後頭部叩いて、うん、これダメだろっていうのは、うん、僕すごい冷静だなと思いますね。あれなんか痛いぞと思ったじゃないですか。あれ痛い、あれそういえばこれ反則じゃないか。なんか痛いよこれ。いやなんか嫌だな。まあそれにしても冷静ですよね。そうですね、うん、はいはいはい。だからね、僕あんまりルールって細かく把握し入れないようにしてるんです。あの大まかな反則はダメですけど、はいはいはい、その元々反則しようと思ってないので、うん、この自分の許容範囲内でやっていこうと思って、うん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 、あんまりねルールをね頭に入れないんですよ、うんうん、入れようとすると、うん、あの頭で考えちゃうんで、そうですね、うん、自分の本来の本能的な動きが出ないんで、うんはいはい、入れないようにしてるんですけど、だからあの入れて高田さんみたいにルールを把握した上で、うん、試合で指摘するっていう判断がすごいです。2つ脳があるみたいな感じですね。これ反則じゃないのって聞いたのかもしれないですけどね、レフリー、うんうんうん、いやそれでも確認したのかもしれないですけども、うん、それでもすごいと思いますね。それもすごいなと思いますし、うん、1回は1回だからって言ってヒクソンの後頭部叩いてる高田さんもすごいなと思いました。やったりやり返してみた子供の喧嘩みたいな、うん、そうそうそう、うん、だからそういうシーンもひっくるめて、うん、すごく面白かったですね。ああ、これ見たいな、うん。ぜひご覧になってください。はい、そうですね。一回切りますか。はい。で、これ切った後見ますか。あ、見ましょうか、じゃあ。どちらでも。時間大丈夫ですか。はい。今、ちらっと見ますけど。はい、これ何分 ?4 分ですね。わかりました。じゃあ2話目、これ3話目かな。3話目は1回終わりまして、4話目に続きます。はい、ありがとうございます。神のプロレス13号です。高田さんのインタビューを振り返っていきたいと思います。今回第4話。第4話目だと思います。4話目だと思います。第4話目ですね。はい。これ今回、前回3話目の終わりから、はい、うん、高田ヒクソン戦2戦目を見ますかとの助言をいただき、今見まして、はい、で、4話目に。見たんですね。拝見させていただきました。も、は、う、い、非常に面白かった。面白かった。ああ、よかったです。非常に面白い。ですってことはないですけど。うん。でもそこで思い出さないということはやっぱり見てなかったっ、ね、見てなかったと思います。ああ、はい、そっちの方が興味深いな。いや、非常に面白かった。田村清さんがなぜ二度目の高田ヒクソン戦を見なかったか。この心理状態に興味が出ますね。うん、なるほど、うん。ちょっとそこは置いといて、今、はい、もう、ちょっと手汗かいてくらい興奮しました、ね、あ、そうですか。うん、非常に面白かった、うん、あの非常にね見応えのある試合でしたね、はい、会場の雰囲気も含めてね、うん、あの素晴らしいです、はい、でまずね、うん、見応えがあると思ったのちょっと僕ねあのスクショ興奮しちゃって落ち着いてくださいね。スクショ撮ったんですけど、はい、ちょっとこっちに手書きの殴り書きのものがあるんですけど、メモを取ってるんですね、うん、はい、まずゴングが鳴ります、うん、はい、その私たちが話した高田さんがコーナーにしっかり戻らないで、うん、はい、うん、ぐるっと回って臨戦態度を取った、うん、その状況もおおと思いましたし、うん、ヒクソンも、はい、こう、高田さんのその空気を読んですぐ突っ込んだ前に出てくる姿勢を汲み取って、うんうん、ありましたし自ら胴タックルに行くっていうですね。ただちょっとイクソンの胴タックルはしょっぱいですね、うん、ああ、まあ今振り返ってみるとっていうことですね、はい、まあまあ今から言う、うん、こう後出しなんで、うん、もう戦ってる本人は一生懸命だと思うんですけど、うんうん、はいはい、あの普通ねこう勘抜き状態で、うん、だったんですよ、うん、
高田さん髪の毛状態好きですよね、ヒクソン。あ、好きなんですか。好きというか、僕ね、うん、ちょっと話しとれちゃって申し訳ないんですけど、うん、高田さんが相撲で言うともろ差しですよ、うん、もろ差し状態ですよ、高田さんの方が。あ、高田ヒクソンで、はい、高田さんがもろ差し、はい、今の沈黙は何だったんですか。いや、話変わりますけど、だから、あ、ごめんなさい、高田ヒクソン戦の続きです、はい、もちろん、ね、うん、高田さんは、まあ、大相撲じゃない、相撲で言うともろ差しで、うん、ヒクソンは話変わらないですよね。変わらないですね、はい、ヒクソンはちょっと待って、そこをちょっと置いといてください。そこを整理しましょう。一回高田ヒクソン戦の話です。ちょっと僕は、はい、視聴者さん向けに、はい、僕もそうなんですけど、話変わりますけど、なんで、僕一回そこもう、平場真っ白な状態になったんで、 どの話かなーって構えてた。高田ヒクソン戦の話をやめてワイルドスピードの話をするというわけではありませんので、はい、その切り替え素晴らしいですね。なんですか、ワイルドスピードが出てくる時点ですごい。ドゥエイン・ジョンソン前にですが、なるほど。フランク・シャムロックは背中で歩くの方が素晴らしいですよ。戻りましょう。で、話は変わらないで、はい、イクソンが勘抜き、高田さんがもろ差し状態からの話ですね。はい、相撲で言うと、はい、高田さんが、もろ差しで、うん、イクソンは両側から、はい、勘抜きのように決める、まあ、うんうん、照ノ富士が得意とす時々見せる体勢ですよね。うん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 、で、高田さんは押していってロープに追い込みました。うん、で、イクソンはロープを背にしてます。うん、こう勘抜きに決めながら、うん、まあ、決めると言ってもガッチリ決まってるわけじゃないです。勘抜きに抱えながら、うん、かかとで高田さんの膝を何度も蹴るんですよ。ロープを背にしながら。かかと、あ、はいはいはい、はい、かかとで嫌がらせのように、うん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 、それでどうこうしようっていうわけじゃないんですけれども、うんうんうん、とにかく何か隙あらば、うん、そのちょこ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 攻撃を仕掛けるみたいな、うんうんうん、この嫌らしさもヒクソンの持ってる一つの要素だなと、うん、そこ嫌らしくね、焦ってたんだと思います。焦ってた、うん、ははあ、だって勘抜きで自分が不利な状態に対して、うん、かかとでやったらダメですよ。ダメというのはどういうことですか。だって自分の軸がないじゃん、なくなるじゃないですか。何も効果はないよっていうことです。簡単に倒されちゃうし、うん、はははは、なるほどね、うん、ちょっと焦ってたんだと思います。じゃあそこは焦ってたっていうことですか、うんうん、あ、なるほど。そんなセオリー的にはそんなことは僕はさせませんね、うん、なるほどね。今更ちょっと後出しで言うのはおかしいんですけど、勘抜き状態にならないで、かかとを片足で立つっていう状態は、うんうん、ないです。ロープを背にしててもですか。ないです、はい。あ、なるほどね。これ勉強になりますね。うん、その時点で高田さんね、ちょっと、その流れから頭をね、こうつけてるんですよ。うんうんうん、はい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 。どこだったっけな、ちょっとごめんなさい。詰めた時ですかね。違うな。ちょっと僕が喋ってもいいですか。はい、どうぞ。勘抜き状態からで、お互いその後、左耳、うん、なるんですよ。左耳で組んでるんですけど、これね、右利きの人は大体右耳を同士をつけるんです、うんうんうん。で、その中で、最初左耳から、今度、お互い耳つけようと、その時点でがっぷり四つ、うんうんうん。で、これが高田さんもヒクソンもお互い得意な体勢だと思う。はい、まあ、そこからが本当の勝負なんですけど、はい、高田さんがね、要所要所すごく腰も安定してたし、うまいな、すごいなって思った点がいっぱいありましたね、うん、なるほど、うん、いっぱいありましたって、そのいっぱいを言えってことなんですけど、はい、ちょっと今ごめんなさい、殴り書きでね思い出せないんですけど、はい、これね、2戦目見たら高田さんすごいなと思いましたね、うん。だって今見ても、うん、今見るとその技術的には、今のが全然向上してるんで、はい、だけど二十数年前じゃないですか。この二十数年。ほぼ25年前ですね。うん、うん、前で、こう相手の顎下にこう頭をつけて、膝蹴りとか打ってって、うん、で、がっぷり四つで、高田さんが、もう8-2の割合で、コントロールされてたと思うので、うん、でそこはすごいなと思うのと同時に、うん、コントロールされてたというのはコントロールしてたということですね。してた、はい、うん、はい、支配してたという意味で、はい、だからで すごいなと思いました、うんうんうん、単純にちょっと、はい、興奮気味ですごいなと思いました、うん、いやいや、それほど興奮されるとは、うん、だあとはもう、うん、
テイクダウン、はい、取ってからの、うん、最大のキーポイントもアキレス腱ですね、はい、足を取りに行きます、はい、だから両足を、うん、ヒクソンがまあうまい具合に高田さんの両足のかかとを抱えてそのまま倒しちゃってるので、うん、はい、だからどっちか足が交差してればよかったですね。なるほど、うん、片足でもどっちからから、はいはい、で倒されてもそのお互いがそのアキレス腱の攻防になる体勢になってたので、はいはいはい、マウントに取られることはなかったので、ちょっとそこは高田さんがゆりかごのようになっちゃいましたもんね。ゆりかごがスッと、あ、そうですね、こう、はい、はい、ちょっとそこを焦られてたのかなって思うのと、あとはね、もう、あ、すげえなって思いましたね、うん、改めて、はいはいはい、うん、でヒクソン相手に、まあ、ここまでしっかりした攻防、理にかなった攻防をしてるので、うん、すごいと思いました、うん、あの机加えることはいっぱいありますよ、はいはい、組んどいてコーナーを詰めてボディ打ったり、はいはいはい、膝蹴り打ったり、はいはい、そういうことはすればいいかなと思うんですけど、でもこの当時ってまだまだその技術のその格闘技、そう MMA の創世期なので、そういうコーナーに追い詰めてのその駆け引きとかがまだない時代なので、うんうんうん、でもそのない時代にも高田さんがそういう細かい駆け引き使ってたので、うん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 、だから高田さんもやっぱり相撲好き、お好きですし、うん、相撲をやられてて足腰も強い、僕もやったことあるんですけど足腰強いので、はい、だからそこは冷静な判断ができたんだと思うんです、うんうん、で、あの後頭部の叩かれたところも、はいはい、冷静に、あ、後頭部みたいな、うん、叩いてるよみたいな指示してたんで、うんうん、相当ちょっと、いや、すごいなと思いましたね、うんうん、なるほど、うん、あの転がしちゃったのはどう見ました？テイクダウンですか、はい、はいはい、それもすごいです、うんうんうん、あのすごいっていうのがどうだったかな、振ってあそこがね面白かったですね、うん、見応えすごいありましたね、はい、お客さんも、うん、見てる人たちも倒せっていう気持ちと、で倒した後にヒクソンが立ち上がったんですよ、うん、でそこもなんかただ倒して立ち上がっただけなのに、うん、もうお客さんのこう、はいはいはい、高田さんへの期待度がすごいんで、うん、倒した、おー倒したぞ、うん、あでもヒクソン立ったみたいな、うんうん、で この攻防がね、うんうん、すごくっていうのと、その立ち上がらせてしまった落胆と、うん、両方ね、うん、こう場内の雰囲気で分かりますよね。そう、でもすごく面白かった、うん、今の格闘技からの技術的なテクニックで見るとすごいもう荒削りなんですけど、うん、その荒削りが面白いんですよね。荒削りが面白いですね、うん、はい、細かいテクニック、もちろんその洗練された技術の攻防も面白いんですけど、うん、洗練された技術があると思うんですけど、もう大雑把な荒削りの技術もすごいですね。いや面白いですね、うん、ここはなぜ2回言ったかというと、僕カットしてその荒削りじゃねばそれをいた言葉をいただこうかなと思ってカットしようかと思います。あ、そうなんですか、はい、ちょっと意味がよくわからないです荒削りすぎますね、ちょっと荒削りすぎました、はい、でもすごく 見応えありましたね、うん、最後の十字捉えたシーンは、うん、十字は、もうどうでもいいですね。あ、どうでもいい。うん、面白かった。すごく面白かった。あの、勝ち負けはどうでもいいんです。もう今、うん、僕の感情は。あ、なるほどね。今、この時の感情は、はい、すごく見応えがあったと。うん、だから勝ったヒクソンも称えますし、うん、まあ負けた高田さんも、お互い称えたいですし。だからこう、あ、ごめんなさい。じゃあ、十字のちょっと今、思い出しました。はい、ね。十字取られた時って、脇絞んない、うん。ちょっとこれは本当申し訳ないです。これは23年前の技術に対して僕がイチャモンつけてる感じなんですけど、十字って脇が開いたらダメなんです。うん、脇絞ってないといけないんですけど、はい、ちょっと本当大変するよね。たかだん脇が開いて、うんうん、開いちゃってた、はいはいはい。で、これはね、簡単に十字取られちゃうんで、はい、高田さんに言ってるわけじゃなくて、十字のディフェンスで脇も絞る、肘のこの角度も絞る、これがもう完璧な状態です、うん、肘開けるともう取られちゃうので、うん、はい、っていうことです、すいません。最後だからちょっとマウントに入られる時も、うん、ヒクソンがサイドだったかな、こうサイドからマウントに取る時、うん、普通こっちの足でガードするじゃないですか、うん、高田さんこっち側になっちゃってたんですよああ、うん、そう、あ、細かいこと見てますね。
あ、僕見てなかったそこ。多分そこは、うん、頭では分かってたとしても、その慌てちゃったのかなんなのか、うんうん、そこも焦りの一つだったんじゃないかなと思いますけど、うんうん、まあ、それはこのインタビューで雑談の時だったかな、うん、その聞き手が聞いてたりもしてたんですけど、だからいずれにしろ見応えはあって、うん、まあ、総合格闘技というか格闘技の試合ではあるんですけど、うん、その UWF 対グレイシーだったり、うん、プロレス対グレイシーという背景も含んで、うん、この場内の興奮とか熱とかも含めて、まあプロレスですよね、うんうんうん、すごくいいプロレスを、いやすごい素晴らしいです、うん、だから今の格闘家ではできない格闘技、うん、昨日プロレスをしてましたね、うん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 、すごい見応えがあります。だから、第3話だったかなでも言いましたけど、うん、これが第1戦目だったら、うん、次につながるストーリーも全然変わってきてたと思うんです。第1戦目のあのショッキングな敗戦によって、うん、もうグレイシーとか、うん、なるほどね、そっちの方がもう上位概念になってしまったので、うんうんうん、こっちだったらまあどっこいどっこいじゃないですか。2試合2戦目、うん、はい、どっこいどっこいというか、ま、負けてしまいましたけれども、勝者ともに称えられる、うん、じゃあ次に誰が行くのかっていうことも含めて、うん、UWF 対グレイシーという物語が、うん、まあ、違う展開で進んでいったなというのはありますよね、うん、そっちはそっちで面白かったかなという気もしますし、うんうん、これごめんなさいね、僕ね相撲を引くヒクソンだったら、はい、10-0で勝ちますね。あ、相撲だったら10-0で勝ちますね。わかんないですよ、勘抜きに決めて、かかとで膝を蹴って、それ反則で負けになります。反則なんですか。蹴っちゃうと反則になりますね。あ、そうか、うん、相撲は。なるほど。蹴るっていうか蹴たぐりっぽいのはありますけど、うんうん、かかとでトントン打撃は反則だと思いますね。あ、そうですか、うん、あ、田村清激白、うん、相撲だったらヒクソンに 100-0 で負けない。そうですね、はい、負けない。でもこれでもう2つ絶対負けないっていうのを公言してますよ、うん、キックのルールだったらもう絶対負けない、はいはい、100-0で負けない、はい、で今相撲だったらヒクソンには 100-0 で負けない、はい、ね、負けないです。じゃあこれでもあとはタムちゃんとヒクソンが準プロレスで戦ったらどうなるか、うん、純プロだったら僕負けるかな、うん、勝つかな全く想像ができないですけどね、うん、でもまあちょっと話戻りますけど、はい、これね、心理的にはヒクソンね結構焦ってましたね。いや、焦ってましたよ、うん、いやそうな顔を結構してましたからね、うんうんうん、だから本当に高田さんが最初ね、うん、もう内側桃の内側を切り砕いてやろうと思ったんだよって言ってましたけど、うんうん、まあもう本当にタラレバの話ですけど、うん、一発その陰道が入ってたら、うんうんうん、これまたさらに嫌だったでしょうし、嫌、うんうん、だったでしょうね。あの田村さんがボブサップとやった時にね、最初の田村さんの陰道が今まで受けた攻撃の中で一番痛かったってボブサップが言ってましたからね。あ、ボブサップさんが、はい、うんうん、でも最初に一発それが入ってたらまた全然違う展開になってたでしょうし、うん、だからでもなんだろうな、これヒクソンは勝ててほっとしたのかな、これそれとももっと全然余裕があったんですかね。ああ、いや、ほっとしてると思いますね、うんうん、でもまあヒクソンはやっぱりヒクソンでやっぱその状況、素晴らしい佇まいはしてますけどね、うん、状況判断も含めて、うん、審議体揃った素晴らしい選手ですね。この試合の実況で、うん、ヒクソンはこれまで一度もミステイクしたことはありませんってアナウンサーが言っていて、うん、だからね、そういうの聞くと、うん、やっぱヒクソンがミスするところを見たいっていう、うん、欲求も出てくるじゃないですか。だからヒクソンが焦って何かミステイクをした瞬間っていうのも見てみたかったなという気がしますけどね。でもだいぶ焦ってましたよね、あの、うん、汗の量が違いますもんね、うんうん、まず、そうですね、うん、確かに、はい、これは、うん、あの3度目はないぞって言いますけど、はい、3度目があったらどえらい期待できる成長ですね。
田中さんも展開的にはっていうことですね、はい、ただ工業的にどうなるかっていうのもありますね、はい、3度目ですからねだからニクソンがもうそこでやっぱちょっといやもう3回目はねえだろっていうのでちょっと3回目はねえだろっていうのと、はい、ちょっと危機感を、うん感じたかもしれませんね、うんうんうん、3回目はちょっともしかしたらみたいな、はいはい、まあ3回目はね実現しませんでしたけれども、うんうん、高田さんとしてはもう試合終わった後は3度目を目指して行く道を決めたいと、うん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 、もう神様にお願いしたいみたいな気持ちだったと思います。はいはいはい、うんうん、さあこれはどうしましょう。これはもう終わり。あそうですか、はい、ただ、うん、ごめんなさいね、まあ格闘技ってやっぱり一発勝負なんで、うん、一戦目が全てを物語るんですよ、はいはいはい、だけど僕プロレスファンでもあり高田ファンでもあり高田さんの、まあ、一緒弟子弟子兄弟子弟弟子でもありますし、このやっぱり一戦目二戦目三戦目ちょっと見たかったなっていうのはすごくありますね。強く3戦目だったらもしかしたらいけてたかもしれない。今やったらどうなりますかね。今2023年ってことですか。あんまり想像したくないですね。そうですね、ちょっと想像できないですねじゃあちょっとそんな感じで今回ちょっとタイトル今回でも、はい、試合のビデオを見て、うん、語ったのって初めてじゃないですか田村さん。初めてですか、うん、はい、始めたかもしれませんね、はい、試合を見て、うん、このインタビューを振り返れっていう声が出てくるかもしれない、うん、それはもう後出しだからいいんじゃないインタビューの読み上げの最中にビデオを見るのはやめろみたいな。でも俺話の流れですから、うん、話の流れでこう今回4話目で3話目の終わりにビデオ見ませんかっていうところが、うんうん、でもその一言はナイス一言だと思います。そうですか。ナイスな一言だ。ナイスですねっていうことで。ナイスですね。はい、懐かしいですね。ありがとうございます。高田さん5話目。神のプロレス13号、高田さんのインタビューを振り返っていきたいと思います。高田ヒクソン戦2戦目の試合後のインタビューですね。高田さんのインタビューを振り返ります。これ、ちなみにインタビューは、はい、98年の10月16日。16日。ああ、じゃあ試合の5日後っていうことですね。高田道場にて収録という、うん。ほやほやですね。試合後ほやほやのインタビューですね。うんうんうん、で前回はイレギュラーで、はい、なんと田村清さんが、うんこの2度目の高田ヒクソン戦の、うんビデオを見て、はい、語ったという、はい、エポックメイキングな回だったんですけれども。はい、興奮してましたね。うん、面白かったですね。面白かった。はい。うん、非常にいい。はい。じゃあその試合の映像を頭の中で振り返りつつ、このインタビューを読み上げていこうかと思います。はい。はい、聞き手が今回試合後にアンケートを取ったんです。その代表的意見としては、今夜の高田信彦は昨年以上に輝いていた。うん、これからだ。勇気をもらった。とかそういう意見がほぼ大多数を占めてるんです。うん、で高田さんがファンの言葉っていうのは本当に響くよね、うん、一番パワーになる、ファックスとか手紙でも大体そういう言葉なんですよ、うん、反対に否定的に捉えてる人もいると思う、うん、あれこれだいぶ飛ばしてます。大丈夫ですよね。いや僕今探してたんですどこ読んでるか言ってくださいよどこでどこだと言ってもらえれば止めるのに。もう次のページです。18ページです。そんなとこまで、いや飛んでますね。だいぶ飛んでますね。いや僕も今そう一瞬そう思ったんですけど、うん、飛んで、いや大丈夫です。いや飛んでないですね。飛んでないです。はいはい、ごめんなさい。はい、いいですか。いいんですね。はい、18ページの2段目、うん、はい、の真ん中よりちょっと前です。うんうんうん、うん、高田さんの言葉からいきますね、はい、ファンの言葉っていうのは本当に響くよね、一番パワーになる、うん、ファックスとか手紙でも大体そういう言葉なんですよ、反対に否定的に捉えてる人もいると思う、うん、そう思ってる人はなおのこともう一回っていうことが馬鹿げてると感じてるはずなんだよね、うんうん、だけど人のことを気にしてたらおそらく2回目もやってないと思うんだよね、うん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 、で聞き手がそうですね、だからそういった部分を感じ取った
からこそ好意的な意見が出てきてるんだと思いますよ、うんうん、リング上から何とでも言ってくれという綺麗事でも開き直りでもない部分は突き刺せたと思うんですよね、うん、で高田さんがやっぱり自分がどうするべきかどうしたいのかその結論が3回目以外考えられない、うん、ヒクソンはもういいよっていう気持ちは全くない、うん、できてもできなくてもそれに向けてのトレーニングをしなければいけないし、うんうんうん、自分の状態を良くするための試合もしていかなきゃいけない、うん、だから負け惜しみではなくまた目標を持てたってことに関しては幸せだなって思ってますけどね、うんうんうん、で聞き手がもう勝つまでやれやっていう気分ですねそうじゃないとプロレスじゃないですよね従来のプロレスにはない物語が新しいプロレスを作るというかで高田さんが俺3回目があってこそプロレスって気がするけどね、うん、それは俺が考えてるプロレスだけどね3回目をやることによってこの戦いの意味合いっていうのが見えてくるっていうかね、うん、そこに何か人生とかドラマっていうものが作られていくなって気がするんだよね自然発生的にだから3回目は絶対につかまなきゃいけない宿命にあるような気がするんだよ、うん、で聞き手がそうなってこそプロレスラー高田信彦というのが生きてきますよね、うんで高田さんがこれで掴んだらねいや必ず実現するんだって信じてるから、うん、で聞き手がたださっきのファンの好意的な声の裏側ではプロレスファンは負けたものに温かすぎる、うん、プロレスラーは甘えの構造を断ち切らなければダメだという声もあるんですよで高田さんが、しばらく考えてからそれは極論すぎるうん、要するにその人が感じたものがそのまま表現として出てきたり批判であったりするわけだから、うん、それに対して第三者がとやかく言う必要はないと思うよ、うん、俺に対して批判する人間はその人の感性だからそれでいいしね、うん、だからもっと厳しくしなければいけないとか甘くしなければいけないとか温度を取る必要はないと思いますよむしろそれは強引な論法だと思うね俺はどっちも経験してるからよくわかるんだ最初の武藤敬司戦、95年10月9日、うん新日本とユニターの対抗戦の時ですね、うんうんうん最初の武藤敬司戦去年のヒクソン戦は典型的な例だよね、うん、どっちにしたってリングに上がってるものが結果を出せばいいわけだからねだからプロレスファンが特に温かすぎるわけではないと思うね、うん、そういう意見がどっから出てきてるのか知らないけど、うん、逆に言ったらプロレスラーに対する偏見とか嫉妬の裏返しなんだよ、うん、で聞き手が甘えの構造を断ち切らなければいけないっていうのはストイックなイメージを持つ者への幻想が膨らんだ結果だと思うんですよ、うん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 、そのストイックな者の像にピタッとはまったのがヒクソンだったわけですよねで高田さんがうんで聞き手がでもそのヒクソンに関しては格闘技マスコミと言われる人たちが作ってきたイメージの部分ってすごく大きいと思いますね、うん、というと高田さんが、うん、だから山ごもりみたいなものも一種の演出なんだよね、うん、演出としてはすごいけどももはやそんなものはリングには必要ないしその山ごもりみたいなものに今の日本人が忘れている何かを感じるわけで、うん、それをもとに大げさにヒクソンが振る舞ってるだけという気がするねで聞き手が高田さんもそのイメージに去年はハマってた時期があったわけですよね、うん、で高田さんが一番ハマってたんだろうね一番ハマってるやつがリングに上がったらダメだよね、うん、かっこ笑いでもさあれだけ言うんだったら最初はど付き合いぐらいはしてきてもいいと思うよね、うん、最初からベターって来るなっちゅうの、うん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 、あんなのに抱きつかれたくないって、うん、だっちゅうのってなんかだっちゅうの懐かしいですね来るなっちゅうの来るなっちゅうの、はいはい、で聞き手が高田さんがスタンドの攻防の中からヒクソンを転がす場面がありましたね、うんうん、あれは突き放そうとして転がしたわけですか、うん、それともグラウンドに自ら持っていこうと思って倒したわけですか、うん、で高田さんがすぐに転がりそうだったから転がしちゃえと思ってねあいつがガードポジションを取ってる間は絶対に決められないっていう自信があったから、うん、そこから先は臨機応変、うん、足を取れたら足を取ってもいい、うんうん、だからあの時グラウンドに持っていったことに関しては自分では無謀だと思ってない、うんうん、ただ俺が足を取ったことで相手にマウントを取るチャンスを与えてしまったけどね、うん、だけどそれは結果であってオフェンスの姿勢を見せたかったしね、うん、なるほどで聞き手がオフェンスですか、うん、3度目を実現させるためのオフェンスということで言えば他の対戦相手を突破していって3度目にたどり着くっていう方法もありますよね、うん、例えばホイス・グレイシー戦も噂レベルとしては出てますけど、うん高田さんがそういうアイディアはあると思うねホイスに関しては興味ないってことはないよまあ面白いかなという感じだね、うん
で、聞き手が面白いと思いますよ。実の弟がやられたら柔術のおっさんも出てこざるを得ないでしょう。で、高田そうだねと、うんうん、で、聞き手が、タムチストップはまだ大丈夫ですか、ね、そうですね、はい、聞き手がそれから去年と同じフィニッシュとなった腕十字ですが、タップするのが早すぎるという声もありますね。あと30秒ぐらい我慢しろ、うん、折れたっていいじゃないかという声ですね、うんうん、高田さんがそれは要するにもっと意気込みを見せろということだよね、うん、でもあと30秒我慢したら2ラウンド目は生きてないよ、うん、もう逆十字に入った瞬間に完全に伸びきって、それでもヒクソンはまだ行くって感じだったからね、うん、完璧に決まったのが分かったからしゃあないなって感覚で、うんうんうん、で聞き手がだから潔良すぎるということでしょうね、うん、でも前田さんもあれを耐えるのは無理やって言ってました、うんうんうん、で高田さんがそういった心意気は勝ってみせたい、うん、そんなところで耐えてカッコつけるんじゃなくてね、うん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 、で聞き手が去年と同じ十字でのフィニッシュに関してはどう思ってます、うんうん、と聞くと高田さんがあの場面で右手の逆十字に入られたのはやられたって感じだね、うんうん、で聞き手がだけどあの最後のマウントをなんとか防いでいれば、で、うん、高田さんはもうさ、ただレバーはやめようよ、悔しいんだから、うん、俺だって、うんうんうん、自分の戦いをテレビで見たんだけどやっぱり悔しいよ、うん、結局ああすればよかった、なぜここでっていうところに行き着いちゃうからね、うんうん、ちょっといいですか。はい、なるほど。これは、うん、聞き手としてはちょっともう興奮されてたんですかね。 どういう意味ですか。ただレバー あそこのシーンをこうでああでっていうのは、うん、聞き手が興奮してたということですか、うん、興奮はしてないですかね。うーん、割とそう、タラレバで、タラレバって高田さんも本意じゃないと思うんですよ、うんうんうん、でもタラレバでこうしたらああしたらってこうやっぱ聞かなきゃいけない時もあると思うので、うんうんうん、はいはい、ここは多分僕もタラレバで聞かれるとちょっと、うん、答えにくいですよね、うん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 、はい、それは分かります、うん、選手側からしたら、まあ、負けてしまったわけだから、うん、もう今更何を言っても言い訳になってしまうというね、うんうんうん、ところはあると思いますけど、うんうん、ごめんなさい。だから高田さんもちょっとインタビュー しにくくなってるのかなと思ったので、でもすごく上機嫌だからこう踏み、うん、聞き手も踏み込んでいってるんですかね。このインタビューの中ではそうだと思いますね、うん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 、あとやっぱりその高田信彦がどういう種類の悔しさを持ってるのかっていうのを引き出したかったというのはあるでしょうね、うんうん、ここって僕的にはこの写真の表情を見ると結構満足されてる雰囲気の高田さんじゃないかなと思うんですけど、どう思います？いや、悔しいのは悔しいと思いますよ。その田村さんが満足されてるというふうに感じるくらい、うん、割といい表情をしているので、うん、だからあと一歩っていうのは本人が感じてるんじゃないですかね、うんうんうん、だけどやっぱり2連敗という事実はあるので、うん、その2連敗に対してはやっぱり大きなことは言えない、うんうん、僕の その選手の心理状況今日読むと、はい、2戦目が結構僕も2戦目高田ヒクソンを拝見させてもらって面白かったんですよ、はい、うん、はい、すごい面白かった。で高田さんはやっぱり、プロレスラーであり、うん、そういうお客さんのその感じ方だったり、うん、そういうのすごく敏感だと思うので、はい、だけど2戦目はその勝敗は置いといて、うん、ちょっと満足してもらえたかなっていう、うん、その安堵感は僕あるかなと思う。ちょっとここプロレスと格闘技と一緒に混ざっちゃってると、うん、いや見てるファンにちょっと満足できた試合できたっていう気持ちと、でも10時で負けちゃった、うん、でも俺はあの3度もやりたい、なんかそういう悔しいっていう気持ちと、うん、だけど1戦目はそれが両方ダメだったじゃないですか、はい、うん、でも2戦目はまずファンの人一番勝つのが喜ばせることなんでしょうけど、こう攻防にしてもすごく、うんうんうん、いい試合を見せてもらったっていう気持ちなので、だからなんとなくそこの部分で高田さんは1戦目よりは、うん、がっかりさせなかった、うんうんうん、で応援の声も試合後に結構もらった、うんうん、っていう部分では
満足まではいかないけれども、うん、割と満たされたところはあったかもしれないですね、うん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 、でもこれ田村さんがね今プロレスと格闘技の頭がごっちゃになって発言してしまった、うん、的なことをおっしゃいましたけど、うん、この時代がプロレスと格闘技がごっちゃになってるんですよ、うん、98年が、うん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 、ただ見方としては、まあ、みんなプロレスの見方をしてた時代だったんです。なるほど、うん、その表現いいですね。だけど格闘家、うん、やってる格闘家は、うんうん、それこそこの前の神プロで言ってた郷野さんのように、うん、プロレスラーは帰る家があっていいと、うんうんうん、で格闘家負けたら終わりなんですと、うんうんうん、で菊田選手が言うように、うん、プロレスラーはずるいだとかね、うんうん、ろくなしにいたしませんよみたいなことが出てきたりとか、うんうん、そういう本当にもう黎明期ならではの混沌とした状況だったわけですよ。だけどあの98年 10.11 の東京ドームに現れたのは、立ち上ったのはやっぱりプロレスの風景なんです。大高田とコールが起きて、ヒクソンはヒールですよ、言ってみればね、ヒクソンはそんなつもりはないでしょうけれども、格闘家としてリングに上がってるんでしょうけれども、うん、でもその背景、高田ヒクソンが生まれるまでのストーリーだったり、うん、それこそ遡っての UWF のストーリーであったり、うん、もっと言えば遡ったその猪木プロレスのストーリーだったり、うん、そう全てをひっくるめてプロレスファンが見てると、うん、そんなの関係ねえという格闘技ファンも見てる、うん、でいろんなものが混在してますけれども、うん、やっぱりあのリング上で試合は面白く見れたわけです。興奮して見れたわけです、うん、もうこれが全てですよ、うん、興奮できなくなったらおしまいですから、うんうん、見てる方が、うんうん、あの今日一古舘節でしたね。古舘さん節でしたね。いやいや、もったいない、もったいない。おこがましいです。うん、でもプロレスで見、うん、プロレス的に見てるって言いましたっけ、うん、なんかちょっと忘れちゃいましたけど、はい、プロレスとして見てます、ね、プロレスとして見てる、はい、いやそこをプロレスとしてる見てるファンの目の、はい、目で高田さんとヒクソンがやるっていうのはもう高田さんにとってはたまらない、こう、うんそうですね、たまらないって厳しい、だからこそ余計悔しいんだと思いますね。高田さんは負けたことも含めてね。ああなるほどね、はい、で今は総合格闘技は総合格闘技を見る目でもちろん見てるわけですよ、うん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 、なるほど。でプロレスはプロレスとして見てるんですけど、うんうんうん、この時代のプロレスというものがあるんです、うんうん、で今のプロレスとも今の総合格闘技とも違うものだと思います。それはやっぱりものの見方に関連してくるものであって、うんうん、見る人それぞれによってその、うん持ってるプロレス感が違うと思うので、うん、それが許容されてた時代ですよ、ね、うんうん、そうですね。インタビュー見ても改めて思いますけど、うん、その最初の立ち上がりのコーナーに戻るか戻らないかみたいなところまで、うんうんうん、見てたんだと思って、見てたんだって見てたんだということが思い出して、この聞き手ですか、うん、はいはいはい、もう 今に限らず格闘技として見てしまえばどっちが勝った負けたでもいいわけじゃないですか、うん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 、だから、うん、そういう部分も本当に一挙手一投足、うん、そこに背景に何があるのか、うん、書いてあることだけではなくてその文脈とか行間とかそういったことまでも全て読んでやろうっていう意気込みで見てるわけです、ね、うん、こうそうですね、我々にこういっぱい宿題を出してくれた高田ヒクソン先生、ね、いいこと言いますね。やっぱり問いがあるから面白いんですよ、うんうんうん、答えだけ見てても面白くもなんでもないんですよ、うんうんうん、そこに問いがあるから面白いわけであって、やっぱり猪木さんのプロレスというのはもうその問いだらけだったんですよね。謎だらけだったんです。なるほど、ちょっと今回深い回になりましたか。いやいや、もったいないもったいない。でも、ね、素晴らしいですね、この先に猪木さんの話が出てくる、うん、マジですか。聞き手がね、うん、その悔しいという気持ちはぶっ倒すまで持ち続けてもらいたいですよね、うん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 、ところで猪木さんなんですって言うと高田さんが出たって、うん、ああなるほど、うん、それは前振りですよね。はい、前振りです。わかりました。で猪木さんは聞き手がですね、猪木さん、いやいや前振りですけど、うんうんうん、聞き手が猪木さんは、うん、プロレスが勝った負けたというが、うん、高田がプロレスじゃなくなってるところが違うとコメントしてました。で高田さんは、うん、よくわかんないねと答えてる。ほう、さあこの展開やいかにという。なるほど、
はいはいはい。じゃあ一回これ終わりますよ、はい、5話目。これ5話目ですよ、確か。もう5話いってるんですか。確か5話目だと思います。じゃあ5話目切った。あ、だからちょっと締めると、プロレスとして見てるって、ファンの方はプロレスとして、高田彦さんのプロレスとして見てるっていうワードが、うん、ちょっと高田さんの精神状態はすごい厳しい、あの、きついなと思いました。っていうのが、はい、やっぱり、漫画じゃないし、うん、先が見えないストーリーじゃないですか。はい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 、その状態で、そのプロレスファンは高田さんにやっぱりプロレスとして見てられると、あのここのね見る側の気持ちとやる側の気持ちの、うんね、そこはすごくよくわかりますね、うん、そこの溝を高田さんは現実のストーリーに変えさせないと変換させないといけないんで格闘技のリアルがありますからねそうです、うん、そこはねすごくねプロレスのドラマを求められても、うん、格闘技のリアルがあるからそれは無理じゃん、うん、というそういうことです、だから大変な作業ですね、うん、いや UK は大変だと思いますよ。いや大変な作業だった、はい、UWF は大変です。大変ですね。だからもう今回いやそれは UW の試合はまあ、単発のワンマッチなんで高田さんはいろいろ背負ったものを含めてワンマッチじゃないですか、うん、そうですね、うん、でもそれも含めてやっぱり UWF というのは大変だなと思います。あそうですか、はい、だから田村さんが言うように、うん、みんな UWF というレールから降りていくんだと思います、うん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 、あ大変ですよ。なるほど。背負ったものははいはいはいまあちょっといろいろ頑張ってくださいね田村さんはい頑張ります。もう50歳過ぎてるはずですけれども、はい、53歳迎えますけど、はい、まあちょっとこの先期待してますんで。はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあもう締めますね、はい、もう締めたいんでありがとうございます。6話目に続きます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あテスです。本日は晴天なり。 I my me you you are you I my me。 神のプロレス13号、1998年11月25日発行になります。高田さん、高田信彦さんのインタビューを振り返りたいと思います。今回6話目になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか情報によるとあんまり舌がこう、はい、滑舌流暢なおしゃべりが今日は自信ないという噂ですけど。そうなんですね。なんか脳みそ噛んじゃったみたいな感じ。寝起きとかですか。寝起きではないです。もう今10時45分ですから寝起きではないです。なんかこう朝からずっとこう脳みそを自分で噛んじゃってるような感覚の、はい、脳みそを噛む、なんだろうこれと。名言ですね。フランク・シャムロックが背中で歩く。背中で歩くはいいいい名言でした、ね、脳みそを噛むっていうのすごいですね。フランク・シャムロックは背中で歩くの方が数倍いいですよいやいや、そこはいいんですけど。これね、郵便配達は二度ベルを鳴らすとか、あるいは隣人は隣で笑うとか、はいはいはい、映画の名画のタイトルをね思い起こさせるようなはい、はい、フランク・シャムロックは背中で歩く。あ、素晴らしいです。これいいと思います。エンジンかかってきましたね。本当ですか。はい、ちょっと奮起していただいて、はい、よろしくお願いします。6話目からですね、はい、もう6話ですか。6話目です。すごいな高田信彦インタビュー。20ページの4段目ぐらいでしたっけね。はい、はい、いよいよ猪木さんの名前が出てきますね。はい、でこれまでは、うん、ヒクソン高田の再選があって、うん、でそのヒクソン高田の再選後のインタビューなので、うん、3度目があることを願っていると、うんうんうん、本人の高田信彦さんも言っている、はいはいはい、状況の中での続きなんですけれども、はい、1戦目完敗の2戦目、拮抗した勝負があって、うん、これ田村さんがご覧になったわけですよね、うんはい、素晴らしい戦いでした、うん、でこれ次3戦目あったらこういける感覚はある。なるほど、うん、だから3度目も見たいし高田さん本人も、はい、僕自身3度目見たいですし高田さん本人も3度目をぜひみたいな、はい、3度目をやりたいということを、はい、まあ、試合直後は熱望していましたね、はい、まあ、できるかどうかともかくハードルは高いけれども、はい、3度目は実現させたいという思いをこのインタビューの中で語っていただいてたんですけれども、うん、はい、その続きです。6話で猪木さんが、はい、手がその悔しいという気持ちはぶっ倒すまで持ち続けてもらいたいですよね、うん、ところで猪木さんなんです、うん、というと高田さんが出た、うん、で聞き手が猪木さんは、うん、プロレスが勝った負けたというが、うん、高田がプロレスじゃなくなってるところが違うとコメントしてました。ちょっとごめんなさい、はい、
はあ。ここ高田さんの返答だけ言っていいですか。はい、はい、聞き手が猪木さんはプロレスが勝った負けたというが、うん、高田がプロレスじゃなくなってるところが違う、うん、とコメントしてました。で高田さんがよくわかんないね、うん、かっこ笑いという返答をしてました。ここね、素直に受けるべきなのか、ちょっとなんか意味深があるのか、どっちですか。プロレスが勝った負けた、高田プロレスじゃなくなってるところが違う、うん、まあ哲学的な猪木問答の一種ですよね、うんうん、また私は個人的には、うん、なんとなくですけど分かる派ですね。分かる派です。はい、分かる派、はい、それ具体的に聞いてもよろしいですか。なんとなくですなるほど。これでも表面上で見ると、高田はプロレスじゃな、じゃなくなってるところが違うっていうのが、うん、まあ格闘技なんでプロレスじゃないじゃないですか。はい。だからその格闘技の中で、そのプロレスの要素を取り入れてないから、プロレスじゃなくなってるっていう。うん、ことなのか、うん、それとも気持ちとか、戦いへ、望む気持ちとかも含めた、うん、そのハートの部分なのか、うん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 、これあれでしょうね。猪木さんも猪木アリ戦、はい、があったじゃないですか、はい、でご自身のその戦いと高田彦さんっていうのを自分ちょ鏡で照らし合わせた、はい、こう心境で猪木さんは語ってらっしゃる。そうおっしゃってると思いますね、うん、そうそうですよね。ですからこの高田インタビューの近辺で、うん、あれいつだったかな、98年の頭ぐらいの猪木さんのインタビューで、うん、この神プロの中なんですけども、うんうん、まあ俺はプロレスラーという看板を一度も下ろしたことはねえんですと、猪木さんが、はい、猪木さんがですね、うんうん、で格闘家と名乗ったこともないし、うんうんうん、なるほど、常にプロレスラーという看板で戦ってきたと、うん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 、多分そこら辺とリンクしてくるんじゃないかなとは思うんですね、うん、で高田さんもやっぱりプロレスラー、アイムプロレスラーとか T シャツを作ったりもしてたんで、うん、自分はプロレスラーだという打ち出しをしてたこともあって、うん、あるんですけれども、うん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 、猪木さんから見ると、うん、高田がプロレスじゃなくなってる、うん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 、ということを感じた、うんうんうん、ということなんでしょうね。うん、ここはでもまあ、うん、その戦いの場面の時代もありますよね。あります。時代性というのももちろんあると思います。うん、ふっと降りてきたんですけど、うん、マーメイドアリさんと猪木さんが戦う時の記者会見の時って、はい、あの猪木さんが紋付き袴って、まあ、高田バービック戦の高田さんもそうですよね、うんうん、そうですね。だからそこでやっぱりプロレス的なそういうエンターテインメントも、うん、要素も取り入れて、リング上では、もう真剣に向き合って戦うと、うんうん、だからそこの今度時代変わって高田さんとヒクソンの場合も、そのエンターテインメント要素が見えなかったからっていう発言なのかなって、うん、こうまあ表面上はちょっと受け取れるんですけど、まあ、端的に言うとなんかそういう雰囲気もなくはないとは思うんですけれども、うん、ただそれだけを指して言ってるわけでもないというか、うん、猪木さんの場合って必ずプロレスのリングに引っ張り込んでたじゃないですか、うん、相手を。あ、なるほど。これも時代性なんですけれども、うん、プライドというリングは中立のリングで、そのイベント形式で、うん、どこの団体に属していても基本的には上がれるというリングなわけですよね。ですから猪木さんの考えているプロレスというのは、うん、相手であろうが、たとえ世界のモハメド・アリであろうが、うん、プロレスを見たことのない、うん、ど素人のファンであろうが、とにかく首根っこをつかんででも自分の土俵に引っ張り込んで、うんうん、自分の戦いを見せてやるんだという、うんうんうん、そういうまあ気迫というか、うん、エネルギーというか、うんうん、そういったものを含んだものがプロレスなんだという、うんうん、なるほど。これね、僕ね、僕が思うには猪木さんの考えというのは、はい、高田さんも引き継いでいらっしゃると思うんです、うん、さっきおっしゃった高田さんとバービーって、はい、1991年2年ぐらいにやるときに、はい、高田さんも紋付き袴で、はい、バービックと記者会見をやられて、うん、それやっぱり先代その猪木さんのやっぱり印象とか憧れがあったから、はい、
門付き袴での記者会見ってあったと思うんですけど、で今度時代が変わって、高田ヒクソンプライ中立のプロレスリングで中立のプライドのリングで、はい、今度やるってなった時に高田さんの時代はちょっとごめんなさい言い方あれですけど、そのプロレスというグレーの部分を、うん、やっぱりプライドという総合 MMA のリングになることによって、うん、僕白から黒に変えなきゃいけない、はいはい、ご立場、うん、お立場ご立場初めて聞きました立場だったと思うんですよ、はい、でだからそういうなんていうんですかね、まあ、時代の段階を踏んでらっしゃったのかなっていうふうに思うんで、そうでしょうね、うん、だから猪木さんの時代であれば、うん、猪木さんの言うプロレスというものが通用してたんですけれども、うんうん、この時代性の中で1998年という時代性の中では、うん、やはりプロレスと格闘技を分けて考えなければならない、うんうんうん、で猪木さんは常に言ってたのは俺はプロレスと格闘技を分けて考えたことはない、うん、はい、はいはい、でプロレスラーという看板も外したことはないんだと、うんうん、もちろんそれ高田さんはそのお言葉通りやってらっしゃったと思う、はい、でも、うん、時には分けて考えなければならないだろう、うん、あるいはプロレスラーという看板も下ろして競技者として、うん、上がらなければならないだろうという時代にもなりかけてたんですよね、うん、1998年というのは、うん、高田さんはい、はい、だからそこら辺の時代性の違いだと思います。ただ私は、この猪木言語というか猪木問答というか、うん、猪木さんのプロレス感の真の部分というのは、うんうん、なんとなくですが分かります、うんうん、はい、言わんとしてることは、ははは、いやいや私もここはものすごくハードルは高いと思いますし、うん、やってる方としてはたまったもんじゃないというのも分かります、うん、はいはいはい、はい、なんとなくの具体的に聞いてもいいですか。どういう意味ですか。なんとなくはそのなんとなくは何どういう理由ですか。なんとなく、まあ、なんいやそこはなんとなくで返してもらっていいですか。なんとなく、はい、そうですか、わ、はい、かりました。これ6はこれで終わりましょう。え、終わるんですか。はい、終わります、はい、10分ぐらいなんで、で次は7話目と続きます。すいませんね、ちょっと2話に刻んでしまいまして、はい、こんなもんでよろしいんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。神のプロレス13号高田信彦さんのインタビューを振り返りたいと思います。今回が7話目になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回、はい、猪木さんの発言で、はい、この行数でいうと、うん、1,2,3,4,5 たった5行で1話が終わってしまったわけですけれども、はいはい、そこから巻き戻します。もう一度、はいはい、聞き手が、うん、猪木さんはプロレスが勝った負けたというが高田がプロレスじゃなくなってるところが違う、うん、とコメントしてましたが、うん、で高田さんがよくわかんないね、うん、かっこ笑い、うん、で聞き手が要するに高田信彦はもうプロレスの世界にはいないんだっていうことですよね、うん、というと高田さんがなるほど、ところであの人はプロレスの世界にいるの、うん、と聞き直して聞き手がわかりません、うん、地球にいるのかすらわからないですからあと猪木さんはやりたいことをやったんだからいいんじゃないかなとも言ってました。うんうんうん、で高田さんがあの人も大人になったね、うん、それより今猪木さんは自分のことじゃない、人のことはいいからさ、うん、で聞き手がなるほど、うん、ヒクソン戦という役割の他にマット界という目で見ると高田信彦の役割はどうなっていくんでしょう。団体や道場間のパイプ役になるのか、それとも選手として目標とする結果を出して次の世代に前乗していくのか、うん、というと高田さんが、うん、選手としてはヒクソンを倒すことが第一、うんうん、選手じゃないところでは俗に言われている有形がもっともっと大きくなって、うん、ファンの人たちが喜んでくれるようなものを提供できて、そして選手が良くなるような状況を作っていきたいね、うん、で聞き手がその有形には UFO は入るんですか、うん、UFO というのは当時猪木さんがやってたみたいですね、うん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 、で高田さんが入らない、うん、今のところは入らない、うん、かっこ笑い、うん、で聞き手が引退ということは考えてないわけですね、うん、というと高田さんが、うん、うん、それは 100%、うん、でもさごく近い将来引退しますって言ってから随分経つよね俺も自らこういうことを言ってるんですね、うん、あのごく近い将来ユインター、はい、両国でしたね、はい、確か
1995年あたりですかね。それぐらいでしたね、うん、はい、ごく近い将来引退します、はい、マイクを持って発表したんですよね、うんうん、リング上でね、うんうん、はい、で聞き手がごく近い将来からはだいぶ経ってますね、うん、と言うと高田さんがだけど俺は辞めたら帰ってこないから、うん、大仁田じゃないから、うん、テリーファンクじゃないからね、うん、ここまでで何かタムチンストップは入らないですか。いやいや、はい、入らないですか。あ、そうですか、はい、まあ、ここはまあさらっと流した方がいいかな。なるほど、はい、まだでもこの頃高田さんって有形っていう言葉を使ってるんですね。うん、選手じゃないところでは俗に言われている有形がもっともっと大きくなって、うん、ファンの人たちが喜んでくれるようなものを提供できて、うんうんうん、そして選手が良くなるような状況を作っていきたいね、うんうん、ということは有形というのは、まあ、この頃は、パンクラスでありリングスであり、うん、ね、高田道場とかも当然入ってくるんでしょうけども、はい、そういったフィールドというか、うん、見方がまだこの当時の高田信彦にはあったというのはちょっと興味深いですけどね。それでもタムチンチェックは入らないんですか。はい、の、いやいや、どこがあります。いやいや、いいです、いいです、はい、じゃ、いや、でもまあ時代、はい、時代によるじゃないですか。時代によるか、そうですね、こう、まあ、一般の人でもある、うん、小学生時代があの頃楽しかったとか、はい、中学楽しかったとか、うん、ああいうそういう青春時代って人それぞれだと思うので、はい、で高田さんもやっぱりまあ優を、まあ、今、まあ、どこまで2023年ど思われたか分かんないですけど、まあ、過去を振り返って、まあ、青春の、中1の修学旅行は楽しかったな的な思い出になってるとは思うんですけど、はい、うん、そんな心境のこう切り替え時期じゃないですかね。あ、切り替わっていく時期、うん、切り替わっていく時期、うん、なるほど、はい、で聞き手がそうなるとなおさら打倒ヒクソンですね。今俗に言う有形って言いましたけど、うん、今30歳前の選手、桜庭選手なり高坂選手がトップを取る勢いを見せてますが、うん、高田さんの世代から見るとこの辺の選手たちはマット界という視野に立ってみると何をやっていけばいいんでしょう、うん、高田さんが彼らは素晴らしいよね、うん、ただ漠然とだけど、うん、一生懸命練習して一生懸命試合してっていうだけじゃダメなんじゃないかって気がするんだよね、うん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 、で聞き手が僕もそう思いますと愛の手を入れると高田さんが、うん、競技者としてはそれでいいんだろうけどそれだけじゃこれ以上道は広がらないと思うんだよね、うん、だけどじゃあどうしたらいいのっていうところで明確に答えが出ない部分がある、うん、すごい疑問が残るしある部分不安でもある。そこに風穴を開けるようなきっかけが何かないとね、うん、もっと大きなムーブメントが起こせるようなきっかけがないと、うん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 、じゃあそのムーブメントって一体何なのっていうことだよね、うん、桜庭は UFCJ で優勝してるし、うん、誰にも文句がつけられないいい試合してるし、うん、高坂もそうだしね、それでも大きなムーブメントにならない現状を受け止めなければね。で聞き手がそうですね、これだけ素晴らしい結果を出しているのに、うん、なかなかマット界自体が爆発しないですよね、うん、で高田さんが例えばパンクラスとリングスの交流、うん、高田道場が入っていくことで線が結ばれていってそれがきっかけになっていく、うん、それはやらなければいけないことだと思う、うんうん、一番可能性があることだと思うから。でも本当にこれは直感なんだけど、うん、それが本当に風を起こすのかっていう疑問って感じるんだよ、うん、感じないと聞き手に聞くと、うん、聞き手がいわゆる有形の再編というだけじゃダメだと思いますね、うん、漠然とですけど、うん、で高田さんがまあ一時期盛り上がってもそんなに大きな風が吹くのかなって、うん、それはマット界の地盤沈下なのか不景気からなのか、うん、あるいは俺がヒクソンに負けたことのツケが回ってきてるのかわからないけど、うん、なんか肌寒いっていうかね、うん、前はこうすればすごいよっていうひらめきってあったんだよ常に、うんうん、でも今はそういう大きな予感がないんだよね、うん、確かにいいカードは組めるんだけど。で聞き手が僕はプロレスラーやプロ格闘家のプロ意識、分かんない人は分かんないでいいじゃなくて分かんない人でもこっちに振り向かせるくらいの勢いがあるプロ意識が必要だと思うんですよ、うん、で高田さんがうん分かるよ、うんうん、で聞き手がさっき桜庭さんに、うん、アランゴエス戦いい試合でしたね、うん、一般の人には分かんないでしょうけどって言ったら、うん、僕らは一般の人にでも分からせなきゃいけないんですよって言ってましたね。桜庭選手が、うん、で高田さんが、うん、そこだよね、あのレベルにいる選手が分かんないなら分かんないでいいと思っちゃったらそれこそ終わりだろうからね、うんうん、まだいいですか、タムチンストップは。そうですね、
じゃあ続けますね、はいはい、で聞き手がファン側も熱狂しながら観察しているように、うん、選手側も技術という剣の部分と同時に世間の人に何て言われようと跳ね返せる精神的な鎧を見せつけてほしいですよね、うん、分かんない人を引っ張り込むような、うん、で高田さんがうん古い時代のプロ意識じゃなくて新しい時代のプロ意識だね、うん、これちょっとごめんなさい、はい、ここストップしていいですか、はい、うん、なるほど。ん？いや、要約すると、うん、その桜庭さんが UFCJ で優勝して、うんうん、で TK も UFC で勝利を挙げて、うん、いわゆる総合格闘技という範疇の中でも、日本人が活躍を見せているにもかかわらず、うんうん、どうもその UK 周辺というのはまだ地盤沈下したまんまだと、うんうんうん、でその UK がジャパンクラスとリングスが交流をして、誰対誰をやった、うん田村対船木をやった、うん、あるいは高坂対鈴木をやった、うん桜庭対田村をやった、うん桜庭対田村はちょっとまだ早いかな、うんうんそういうふうに交流していったらマット界がぐわっと風穴が開くような盛り上がりがあるのかっていうと、うん、なんとなくそうでもない気がすると、うんうんうん、だからさっき田村さんが言ったその、まだ青春時代としての U は語ってはいるけれども、うん、その U からはもう卒業しなければならないんじゃないの的なムードをこの発言からは感じますよね、うん、高田さんの、うんはい、まだこれプライド4の時なので、うんプライドブームが起きる前なんですよ、うん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 、なるほど、はいうんうんうん、ここがもう大前提になるんですけれども、うんうん、だからプロ野球大相撲ってやっぱりもう確立されてる競技なので、はい、で私たちというかこう高田さんがまあプライドその MMA 総合格闘技っていうのは歴史が浅いし確立されてないですし、そういう協会もないですし、この時代、その1998年ですね、8年の時代に、高田ヒクソンをやったことによって、やっぱり、まあ、高田さんがもう、その、もう言い方あれですけど、もう広告をしてくれたわけですよ。はい、広告塔となり。はい2戦やりましたけど、まあ敗北はされましたが、その高田敗北ショック以上にやっぱりもう広告塔として総合格闘技ってこういうシビアな戦いをすごい広めてくれたので、うんはい、これきっかけでやっぱ総合格闘技、まあ、プライドもそうですしやっぱりスタートダッシュが生まれてきて、うん、その後の波にも乗れたとは思うんですけど、うん、だまあ何が言いたいかと、やっぱりそのプロ野球サッカー大相撲ってやっぱそのメジャー感が全然ないんで、はい、総合格闘技って、うんうん、まだこの当時のね、はい、総合格闘技、うんはい、でその僕ら一般人に分からせなきゃいけないんですよと、なまあこれ抜粋発言ですけど、桜庭選手は、まあ、そこまで有名になりたくないような発言も言ってたじゃないですか、うんはい、でもそういういい試合を分からせるようにしなきゃいけないっていう気持ちも分かるですし、はい、だここはもう選手個々のやっぱ気持ちですかね、この競技が確立されてないんで、うんうん、高田さん自身はやっぱりこの競技を、この業界をどう盛り上げていくかっていうことも考えなきゃいけないですし、桜庭選手はもう、所属選手というか選手なんで、いい試合をすればいいとかそういうことだけ考えればいいですし、だそれぞれのちょっと視野が考え方がそうですね、うん、方向性は同じなんでしょうけど、うんそれからまあ高田さんもこの当時の桜庭選手もやっぱり、うんプロレス出身なので、うん、そこではやっぱり見に来てくれたファンを喜ばせるっていう意識はやっぱり根付いてる、うん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 、ああなるほどそうですね、はい、でそれはまあ猪木さんとか もっと遡れば力道山時代からこう連綿と続いてるんですけれども、うん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 、例えばシュートだったりとか、
格闘技から始めた人からしてみると、うん、まあ、一選手の考えで育ってきているので、うん、別に見に来たファンが喜ばなくても俺は勝てばいいんだという選手も出てくるわけですよね。でそういう選手とも接点を持っていかなければならないのがこっからの総合格闘技なわけで、だから非常にまだ微妙な時期というか、うん、土台とか地盤が作りきれてない時期だから面白いんですけれども、うんうん、その分地盤はまだ全然緩いのでどっちに転ぶかわからないっていう部分はありましたよね、うん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 、ただまあそのあたりでやっぱりバラさんとかの影響もすごいあったでしょうし、うん、はい、まあ、バラさんと高田さんがタッグを組んだっていうのは、うん、まあ、日本の MMA 総合格闘技にとっては欠かせない2人だと思いますから、そうですね、そうだと思いますね、うん、なんといってもでもこのプライド4って入場者数ってどれぐらいだと思います？プライド4、はい、東京ドームですか？東京ドームです、はい、あーなんかわかんない、ちらっとどっかで見た記憶がありますけど、うん、3万人、そうですね、3万6354人という発表なんですよ、はい、うんうんうん、でも90年代中盤とか、うん、まあ、90年代も頭からかな、うん、その新日本プロレスの東京ドーム、うんうん、福岡ドーム、うん、大阪ドームと5万人入った、6万人入った、なるほど、ね、猪木さんの引退試合は7万人発表、うん、で K1 がそれを追い抜いたみたいなね、うん、もう数万単位で違うわけですよ、うん、だから東京ドーム、あ、田村さんがこの高田ヒクソン2戦目を、うん、画面で見てその熱気というのを感じてもらえたと思うんですけど、あれだけの歓声が上がって、うんうん、あれだけの熱があっても、うん、まだ、うん、通常のプロレスの動員からすると、うん、半分ぐらいなんです。なるほど、うんうん、だまだまだプライドブームには全然ほど遠い、うんうん、あ、でも高田さんがなんとなくですけどここの発言を取ってみると、うん、このプライドというもの、プライドという舞台に期待感を持っている、うんうん、っていうのはなんとなくわかる、うん、わかりますよね、うん、だからちょっとまた角度違いますけど、はい、東京ドームで、まあ、新日本東京ドームも年間数試合じゃないですか、はい、で5万人入ったと、うん、高田ヒクソン戦2戦目が3万3000でしたっけ、うん、3万6000 6000 3万6000入ったと、はい、でこれとやっぱそのプロ野球とか比べちゃうと、うんうんうん、年間140試合、うん、50試合を、うん、まあ、数万単位で入場者が観客がいるわけじゃないですか、はい、だからやっぱメジャーってすごいなって思いますね。それはもうやっぱり競技として確立して、うん、まあ、見方がもうすべてスポーツ観戦になってるからですよね、うん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 、スポーツを見るという、あ、なるほど、うんうん、ことでも定義は揺るがないわけですよ、うん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 、でもプロレスに根っこを持ってる限りプロレスというのはスポーツなの、ショーなの、真剣勝負なの、八百長なのっていう目で見られていて、だそういう目で見られてしまうからプロレス側を切り離せっていうね、格闘技選手の意見も分かるわけです。だ今この98年当時のプライドというのはそういったいろんな色が混ざり合って、うん、これから何かが生まれてくるような、うん、もう池がちょっとポコポコ泡立ってるような、うんうんうん、なんか下から出てきそうだみたいな、はい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 、そんなような時代なんですよね。そうそうですね、うんうん、だからまあこれは今1998年の話してますけど、はい、2000年代中盤あたりっていうね、結構プライドもやっぱりピークというか、うん、はい、時代ブームになりましたよね、なりましたから、はい、うん、そうですか、はい、そこど、まあ、いかんせんまだ田村さんがリングスにいる時代で、はい、プライドにも上がってないわけですから98年というのは、うん、そうそうですね、うん、はい、あんまり認知、僕、選手の僕自身も、興味はすごくありましたけど、うん、あ、プライドっていうイベントは、そうですよね、っていうイメージでしたね。はい、ただやっぱりそこって地上波だったり、うん、そういう映像を見ると、ちょっと雰囲気がまたガラッと変わるんで、うん、違いますよね、うん。だから今この高田さんのインタビューの中での発言だけを取ると、うん、やっぱり、高田さんは、どうやってこの総合格闘技 MMA みたいなものを、かつてのプロレスのような熱を持って、続けていけるのかということにちょっと考えが移りかけてるみたいなね、ところは見て取れると思うんですけど、これ どうして高田さんがそういう考え方になるかというと、やっぱ元をたどればやっぱり力道山
なわけですよ。ほうほうほう。大元をたどればですね、はいはい、その昔力道山が生前の頃、うん、僕もリアルタイムでそのインタビューとかを見たわけじゃないですけれども、うん、力道山はこのプロレスというエンターテインメントをどう続けて経営してい いけるかが鍵だと、うん、どう続けていけるか、うん、でたとえプロレスがショーだとかなんだとか言われたとしても、うん、根っこにはファイトがなきゃいけないんだみたいな、ね、発言をずっと力道山がしていて、でその意思を継いだのが猪木さんなわけですよ。だから経営続けてエンターテインメントとして続けて見てもらえるものを提供しながらも、その根っこにはファイト闘魂がなければダメだという、これが猪木プロレスに継承されていた。でその猪木さんに憧れた高田さんたちが、まあ、UWF から U インターになり、でそしてこういう総合格闘技とも接点を持っていって、そこから何が生まれていくかという時代なので、こうプロレスって何だろうとか、プロレスって何かっていうことを考えるにはすごく面白い時代だったとは思いますね、うんうん、そうですね、これ一回切りましょうか。はい、はい、ちょっとまだまだ、あ、次ぐらいで最後ですかね。 あと2話ぐらいいけそうな気しますけど、一旦この7話は切りたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。1998年11月25日発行、紙のプロレス13号、高田伸彦さんのインタビューを振り返っていきたいと思います。今回が8話目になります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あれ、今回あれ、決め台詞言わないですね。ラジオ感覚で。はい。もうすっかり忘れてましたよね。はい、もういいかなと思って。言わなくても。いや、ラジオ感覚で聞く人は聞くでしょ。なるほどね、はい、ラジオ感覚ってなんだみたいなコメントがありましたよねどういうことなんだみたいな。それどう思います、ラジオ感覚ってなんだにコメントに対して返すとしたら。まあ確かにそうだよなと思いますけどね。そうですか。ラジオ感覚ですからね。これはラジオなのかラジオじゃないのか、 YouTube だろうみたいな視点が入ってるのか入ってないのか分かりませんけど、逆にどう思います。猪木問答的な深い質問ですかね。いや、そんな猪木問答なんてそんな引き合いに出すような話ではないと思いますけど、ラジオ感覚でお聞きください。だからラジオ感覚でお聞きください、うん、そのラジオ感覚って何ですかって聞かれたら何と答えますか。ラジオのような感覚でお聞き。いや、今のようなが入っただけですよラジオ感覚とラジオのようなでもそういうことですよね。ラジオのような感覚で聞いてくださいねっていうことですよね。別に文句つけられる筋はないですよね。まあ文句というか、そうですね、まあ、コメントはしていただいていいですけど、疑問に思ったんでしょうね、はい、ラジオ感覚でって。なるほど。だこれがもしかしたらこう動画動いてる画面じゃなくて、はい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 、もう静止画だったら納得してもらえるんですね、うん、なるほど。動いてるのにラジオ感覚。いや、でもこれ田村さんのファンからしてみると、うんうん、田村さんが映ってた方がいいんじゃないですか。僕はどっちでもいいんですけど、どっちがいいですかね。それは私に聞かれることではないと。どうですか皆さんっていう、あの、いやいや、どうですか、ね、お客さん。これもうあの慣れだと思いますね、はい、その動画を見ながら、うん、ラジオ感覚でおかしいんじゃないのっていうふうに思われててもラジオ感覚で聞く人もいるでしょうし、もともともう画面もスマホだったりパソコンだったり、その画面を見ないで耳に入れる、はい、何がおかしいんですか。僕一生懸命喋ってますよどうでもいいこと喋るなってことですか。いやいやいや、あのラジオ感覚 P って言った後パソコンって言い直したんでこれ PC って言おうとしたのかなと思って、はい、PC、はい、ラジオ、あのその背景を見ないでラジオ感覚で聞く人もいるでしょうし、はいはい、僕久米宏さんの YouTube を見た。久米宏さん、はい、はい、あるんですね、はい、であの方はずっと喋ってるんですけど、うん、もう静止画なんです。はい、ずっと動いてないんです。もともと静止画なんで、はい、あの画像の、数枚は複数は使われてますけど、はい、20秒とかその単位でこう、うん、画像が切り替わるんですけど、ってなるともう、あ、これはもうラジオ感覚だなっていう感じで聞いてますね。なるほどですね、はい、久米宏さんの YouTube ご覧になられてるんですか。はい、あ、すごいですね。あ、でも最近は更新されてないですけど。あ、そうなんですか。もう2年ぐらい経つかな。へえ。以前は更新されてた。それは何をきっかけに見たんですか。トークの勉強しようと思ったんですか。トークの勉強は
できないです。できない。はい。その久米宏さんがどういうことをお話しされてるのかなっていうのがちょっと興味。久米宏さんが好きなんですか。ああ、好きな方部類だと思います。久米宏さん、古舘さんとかは、あのこう聞いたりしますね。あ、そうなんですか。はい。初耳だらけで、うん、面白いですね、うん、じゃあいきますね、はいはい、前回は高田さんがその古い時代のプロ意識じゃなくて、はい、新しい時代のプロ意識を持たないとダメだ、うん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 、というところで終わりまして、うん、で聞き手が、今回そういう意味ではあれだけ叩かれた高田さんがまた戦場に出向いたっていう部分では、うん、深い部分での精神的な鎧を見せてもらいましたからねというと、高田さんがだからこそ勝ちたかったね、うん、マット界にはもっと大きな夢というかパワーが必要だしね、うん、今のマット界はここを直せばいいとかじゃないから、うん、で聞き手が今世の中全体に元気がないじゃないですか、うん、だからリング上から圧倒的な底力を見せてほしいはずなんですよファンは、うんうん、その中には高田さんがヒクソンに勝つっていうのも含まれるだろうし、うん、ブラジル勢を圧倒するっていうのもあるでしょうし、うん、ズバリ言えばドキドキワクワクするものですよねシチュエーションも含めて、うんというと高田さんがそうだねでもそのドキドキワクワクするもドキドキワクワクじゃないなドキドキワクワクするものを模索しなきゃいけないって状況がもどかしいよね、うんうん、ですからこれ、前回の収録にも言いましたけど、うん、98年 10.11、はい東京ドームで行われてますが、うん他団体ですと5万人6万人、まあ、新日本とかですと、ねうんはい、発表なんですけれども、うんうん、この時のプライド4は3万6000人ちょっとの発表だったんですね、うんうんうんはいからプライドの方が実数に近い発表している新日本は水増ししているみたいな意見ももしかしたらあるかもしれないんですけど、うんうんうん、そういったことを置いといたとしても、うんまあ、確かに超満員っていう感じではないんですよあれだけの熱気があったとしてもだからまだまだそのプライドブームには、うん程遠い時代であったというのも事実としてはあるということですね、うんうんまあ、スタートしたてですからね。そうですね。何かがこう、うん、まだ蠢いてるぞっていうのはあったと思うんですけど、うん。プライド4ですから。プライド4です。98年です。うん、でもこれ今聞き手が、うん、今世の中全体に元気がないじゃないですかって言ってるんですけど、うん、この当時も元気がなかったんですね。今2023年も元気がないとか、停滞してるとか、衰退してるとかいろいろ言われてますけれども、はいはい、この当時も言われてたんですかね。やっぱちょっとマット界プロレス界なのかな、うん、プロレス界世の中全体に元気がないって言ってますよ聞き手が本当だ、まあ、そのリーマンショックなのか、うん、あなるほどね銀行の貸し剥がしがあったりとかなんかそんなような時代だったんですよね、はいはいはい、うんこれ続けますねはい聞き手がだから来年 10.11 にヒクソンと3度目をやって、うん、今度こそきっちり落とし前をつけましょうかっこ笑い、うんうん、それは実にでかいきっかけになりますよ、うん、で高田さんがもう日にちまで決まっちゃってるのかっこ笑いで聞き手が今決めましたかっこ笑い、うん、で高田さんがヒクソン基金でねかっこ笑い、まあ、この辺は漫才的なやり取りですねはい、はい、で聞き手がでもファンはそのぐらいのことはやりたいはずですようん、ファンだってエネルギーを使いたがってるんですから、うん、じゃなければドーム中に高田コールがあれだけ鳴り響かないですよ、うんうん、で高田さんが来年の 10.11 に会おうぜってね、うんうん、かっこ笑い、うんうん、で聞き手がヒクソンを倒すのは高田さんたちの世代じゃなきゃダメだと思うんですよ、うん、漠然とですけど、うんうん、というと高田さんが向こうは俺より年上だしねああヒクソンのことですね、うん、で聞き手が、ね、願わくば日本対ブラジルの全面対抗戦とかやったら燃えますよね、うん、だけど高田さんの顔を見てるとマット界に火をつける秘策が何かありそうですね、うん、と聞くと高田さんがそういう意味での引き出しは多いからね技術的な引き出しは少ないけど、うん、ね、うん、で聞き手が何も言ってませんよ、うん、かっこ悪い、うん、高田さんは見事に会社1個潰してますしねかっこ悪い高田さんがそれは俺が言うことだよ、うん、山口さんには言われたくない、うん、かっこ悪い、うんうん、山口さんというのは聞き手のことですね、うんうんうん、で聞き手が、じゃあ最後に応援してくれたファンに一言お願いします、うん、高田さんがはいああいう結果になりましたけど、うん、期待に応えられなくて申し訳ないと思ってます、うんうん、自分の中の気持ちとして必ず3回目ができることを信じてトレーニングを積み、うん、試合をやっていきますので、うん、ぜひファンの人たちもそれについて来てください、うん、
で聞き手が高田信彦の底力を突き刺してもらうまでは、うちも、うちもというのは紙のプロレスという雑誌のことですかね、うちも高田信彦を追っかけますよ、高田さんじゃないですけど、うちのモットーは何とでも言ってくれですから、で高田さんがファンの皆さん紙のプロレスをよろしくお願いします、でなんか選挙みたいになっちゃったな、でも本当に何と言われようと3度目を実現させたいねということで、インタビューが終了しております。はい、98年10月16日高田道場にて収録。はい、はい、うん、ね、まあここは特に、うん、そうですね、もうインタビューの締めの部分ですので、うん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 、でもこの時高田さんって本当に3度目をやりたいっていう気持ちがどれぐらいあったんですかね、これインタビュー用の発言も含んでなのか、それとも本当に3度目をやりたいと思ってたのか。ああ、やりたかったと思います、まあ、やりたいでしょうね、選手としてはね、うんうん、やりたいですね、うん、やりたあの多分2戦目で敗戦はされましたけど、はい、こう3度目につながるってこう自分で確信を得たんだと思います。ただちょっとそこって格闘技ってもう一発勝負っていうところもあるじゃないですか。で、2度目3度目になるとこう勝利した方が、はい、いやもういいだろうって、こう勝利した方が次のステップ、はい、違うね、山を越えないといけないんで、うん、後ろを振り向いてはられないですから。 それを考えると大相撲ってすごいですよね。何回同じ相手とやるんだっていうね、うんうん、あれはあれでやっぱり特殊な世界というか、うん、面白い世界ですね。そうですね、うん、そうですね。だまあプロ野球部サッカー、うん、まあそうか、プロ野球も同じチームとやるわけですからね、うん、だからここってなんかこう、うん、シリーズ、はい、日本プロ野球って日本シリーズで J リーグってちょっと分かんないけど、うんうん、日本天皇杯それ違うのかちょっと分かんないですけど、天皇杯はサッカーだと思います、ね、サッカーで言う、はい、天皇杯ででも J リーグで日本一って冠なんていうんですかね、タイトル分かんないですよね。だそういうシリーズにしていくと面白いかもしれませんね、うん、だから総合格闘技も、もう大相撲みたいな組織にして横綱がいて、うん、で年間何試合してこう入れ替わってランキングも決めてってってなるとちょっと面白いかなと、うん、で年に1回のそういう優勝決定戦みたいなのもあるじゃないですか、うん、だからまあ新日本でいうと IWGP のタイトルがあってジュニアがあって G1 があって、その昔は SG タッグみたいなのもあったじゃないですか。そういう シリーズ的なのが年に1回2回あると面白いかもしれないですね、うんうん、だからプロ野球とかサッカーとかっていうのは、それがね、大相撲もそうです、確立されてますからね、はい、大相撲で年6場所ですかね、うん、まあ、根っことしてやっぱりスポーツとして確立されてるというね、うんうん、ところは大きいとは思うんですけども、うんうんうん、あとどうでしょう、田村さん的にこのインタビューの締めの中で、うん、ちょっとあまり話題が盛り上がってないので、うん、ここで大きく盛り上げるとしたら田村さんとしては何を言っていただけますかね、うん、はははは、大きく盛り上げるとしたら3度目見たかった。もうそれ3度以上言ってると思いますよ。いや、これはもう大きく盛り上げる必要ないでしょ。ないですか、うん、そうですか、だって乗ってこないんですから。いや乗ってますよ、はい、乗ってますけど、乗るワードがないので、はい、うん、まあ乗る必要はないと思います。乗る必要はない、はいはい、だからさっきのちょっと続きになりますけど、はい、そのプロ野球とプロサッカーの、はい、その通常何十試合、サッカーはちょっとあんまり詳しくないですけど、うん、野球でいうと年間百数十試合やるじゃないですか。でも格闘技とその野球とちょっと違うのは、格闘技の選手がもう年間、そうですね、数試合しかできないですからね、うん、そう、片手、うん、やって片手5試合ぐらいなんで、そこのやっぱちょっとコンスタントっていうか、うん、週に1回とか、うん、なんか試合できれば、どうしてもこうスタイルとしてはボクシング的になっていっちゃうんでしょうね、うん、うん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 、
まあ、ちょっとそういうのがね、まあまあ、新日本プロレスさんとかっていうのも、やっぱ年間何百試合ってありますけど、はい、ああいう、こう、試合数がこなせる競技であれば、いろいろ、ね、シリーズ化もできるのかなとは思うんですけど、はい、なかなかね、総合格闘技って一発勝負なんで難しいですよね。そうですね。ですね、何か私言おうと思ってたんですけど、はい、忘れてしまいました。すっかり忘れてしまいました、うん、はい、こういう場合はどうしたらいいですかね。そういう場合はもう締めましょう。あ、締めるんですか。あの、こう、だらだらトークしてもしょうがないんで。そうですね、はい、はい、だからじゃあ今回高田さんのインタビューは今回完結、神プロ13号は完結ということで、次誰行きましょうか。あ、前田さんですかね。あ、前田明が高田対ヒクソン戦を切る、これ行きます。いや、いいと思う。もう決めてください。ちょっと一応予定に、仮予定にしといて、このファンの声とかはいらないですか、うん、ファンの声。あー、なるほど。救いの論理、甘えの構造、うん、何とでも言ってくれ、僕らは高田を見続ける、うん、ということで、うん、98年 10.11 の試合前と試合後にファンにコメントを取ってるページがあるんですよね、はい、その高田インタビューの最後のページに載っかってますけど、この辺はいらないですかね。やってみます。やってみます。はい、これ一回切って、盛り上がらなくても。いやいや、いいんです。私は責任持ちませんよ。いいです、いいです。じゃあ一回切って、はい、このコメントの収録を取りましょう。わかりました、はい、はい、ありがとうございます。神のプロレス13号高田信彦さんシリーズインタビューをありまして、僕らは高田を見続ける、試合前試合後のファンの方、あ、これあんまり見せない方がいいのか、うん、インタビューを、はい、これですから98年、うん、10.11 10月11日の、うんうん、高田ヒクソン2戦目の大会前で東京ドームで、はい、コメントを取ったものと、うん、試合後、大会後にコメントを取ったもの、はい、で上下に分かれてますけれども、はい、まず試合前、はい、試合前ちょっとお互い気になったところありますか、うん、どっちから先行きましょうか。いや、もちろん田村さんから。僕はね、1、2、うん、3箇所あります。あ、3箇所あったんですか。はい、はい、あ、3つのコメントがちょっと気になった、うん、なんかさっき見てる時に笑ってましたよね、クスクス笑ってたのいきましょうか、うん、笑ってたのは前みたいにあっさりはやめて、石でも買ってファイト、このどこ、ま、どこですか、どこですか。あ、ごめんなさい、この 2段目で、右から2段目です、ね、はい、ああ、21歳会社員の方、うん、はい、前みたいにあっさりはやめてっていう、ここあっさりはやめてっていうワードに引っかかって あっさりというワードにつぼったわけですね、はい、うん、はい、意地でも勝ってファイト、うん、うん、まあ可愛いコメントですけど、はいはいはい、でその上の人、はい、上の方、うん、今人生ちょっと格言っていうか、なんか深いなと思ったんですけど、はい、今人生でくすぶっているのは高田選手だけじゃなくて、たくさんの人がいる、うん、努力をして報われてない人は たくさんいる、うん、諦めかけている人もいる、うん、高田選手の勝利がそんな人たちに勇気を与えてくれると思っています。頑張ってください、うん、これは20歳、20歳、フリーターの方ですね、うん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 、これ当時ですからね、年齢は1998年当時の年齢ですから、今結構な年齢になられるとは思いますが、98年ということは何年前ですか。25年前ですね。ほぼ45歳になってるのか、うん、うん、でさっきの21歳会社員の方も、うん、女性の方も、うん、もう46歳、あ、うん、熟女ですよ。いや、もうそれはいいと思います。いいですか、はい、であと1個が、勝てなくても勝って、うん、うん、なるほど、これも深いですね、うんうん、15歳学生の方、うん、男性の方、勝てなくても勝って、うん、うん、何を勝てなくて何を勝ってほしいんだろうな。たとえ勝てなくても勝てっていう、うん、意味でしょ、ね、腕を折られても的な感じですかね、うん、そうですね、勝てなくても勝って、うんうん、乗り越えてくれという、うんうんうん、
私の気になったのは以上です。あ、以上です。はい。何かありました？私はですね、24歳フリーターの方、男性の方のコメントですけど、うんうん、高田とりあえず勝て、プロレスがやばい、なんかプロレスファンとしては危機感を持ってるようなコメントですね。本当だ、はい、フリーター多いですね。フリーター多いですね。神プロ読者1、2、3、4人いますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12人、約12人に聞いて4人3分の1がフリーター。なるほど。フリーターの方も見に来てたんですね。でも試合前だから、ね、高田ヒクソン戦のそのチケット料金っていうのは、どんなもんですかね。いや確か、VIP 席は10万円だったと思います。10万円ですよね、はい、10万、3万、2万、1万5千とかそれぐらいじゃないですかね。ちょっと今正確じゃないかもしれませんけど、まあでもそこまでやっぱちょっと高田ヒクソン、まあ高田さんにですかね、ちょっとかけてた部分はあったんでしょうね、皆さん。それから、あと2つじゃあ私いきますね、あるんですか、はい、あります、その横で、もう泣かせないでくれ、うん、最強をもう一度、22歳社会人、はい、でそれからもうちょっと下の方行って、ちょうど真ん中の下あたりですね、俺は信じてる、1年前は本当の高田じゃない、ですから1年前の敗戦にショックを受けてる方たちがまた再び集まってる感はありますね、なるほど、ははは、1回目の高田ヒクソン戦でショックを受けた方が今度こそ頑張ってくれという拳を握っているというですね、高田ならやってくれるはずと、ね、まあこれだけ期待されてる大一番だったってことですね。大一番ですね、田村さん、YouTube で、この高田ヒクソンの再戦、ご覧になられたと思いますけれども、あの熱気がやっぱり2戦目ですね。熱気がすごいじゃないですか、会場。熱気すごいですね。それでも東京ドームが超満員になってない、超満員になってないにもかかわらず、あの熱気と言ったらいいんですかね。今のなるほど、プロレスや総合格闘技にはない歓声の質というか、熱気というか、確かに、そうですね、今のプロレスや総合格闘技も盛り上がってるんでしょうけれども、盛り上がってると思うんですけれども、なんかね、歓声とか熱気はね、質感が違うというか、いや全然違いますね、なんかまとわりつくような熱気というかですね、第一戦目で、ちょっとこの方の試合前に、あっさり負けてしまったっていうイメージだったと思うんですけど、これ名前言わないのに21歳会社員の方、前みたいにあっさり辞めてっていう、その1回目のあっさり辞めてっていうのがやっぱり、あ、このプライドっていうのはこういう見方しなきゃいけないんだっていうのが刷り込まれて、プライド42戦目、高田ヒクソンに続いてったと思うので、もうそれこそ組んで、あ、がっぷり四つで組んで高田さんがヒクソンを倒そうもんなら、うわーですよね。いやそうですね、だからたかが倒しただけで、うわーってなるわけですから、そのすごい熱気ですよね。いやだからたかが倒したというところに行くまでに何十年の歴史を見てるわけですよね、そのプロレスファンからしてみると、パンクラスが旗揚げした時に、秒殺っていうね、ことが、話題になりましたけれども、UWF のファンとか元からの新日本からのファンからしてみると、高田さんがあっさり負けるところっていうのは見たことがないわけじゃないですか。なるほど、ああ確かに、何も見せどころがなく、いいところもなく敗れてしまったというのは、本当にショッキングな出来事だったと思うんですよね。これそういえばね、1回目の高田ヒクソン戦の時に、柔術家を招いて、高田さんトレーニングしてたらしいんですよ、はい、それがキングダムの道場とかで練習してた、当時神プロ編集長も関係者からなんとなくは聞いてたらしいんですけど、1回目の高田ヒクソン戦の練習風景とか、そういうのはもう
報道統制というかもう一切マスコミにはオープンにされてなかったので、うん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 、ただあのヒクソンに柔術の試合で最も苦しめたと、うん、ヒクソンを最も苦しめたと言われているセルジオ・ペーニャっていう柔術家を招いて、はいはい、高田さん練習してたらしいんですよ、うん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 、でそこで田村さんもご存知の通り、うん、もうヒクソンと戦うにはあれもやるなこれもやるなこれをやっちゃダメだみたいな、あー、なるほど、指導をされてたらしくて、うん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 、でそのセルジオっていうのは柔術の試合でヒクソンを結構追い込んでいて、うん、最後は一本負けしたらしいんですけれども、うんうん、誰だったっけな、セルジオ・ペーニャともう一人、うん、ヒーガン・マチャドだ、うんうんうん、ヒーガン・マチャドがヒクソンを苦しめたと言われていて、うんうんうん、その二大柔術家のうちの一人を呼んで、うんうん、ヒクソン対策をしてたらしいんです、うん、あの柔術のアドバイスをしてるんでしょうね、うん、柔術の試合をやってる想定でのアドバイスしてるんですよね、だからこれには田村さんがおっしゃっていた、うん、ヒクソン対策を取るために柔術を習う必要はないという意見が周囲からはやっぱり出なかったんでしょうね、その当時は、うん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 、1回目のヒクソン戦の前、あ、いや柔術習ってみて、そのなんとかセルジオ、あ、セルジオペニア、はい、とかその選手が、うん、柔術を想定したアドバイスはする必要ないです。でそこの体勢寝なきゃいいわけですから、うんうんうん、寝るなでいいと思う、シンプルに、はいはいはい、もう付き合うなでいいと思うので、ちょっとまあそこもまあいろいろこう範囲の要素にはなったと思いますけど、そうなんですよね、うん、で、まあ、その高田さんのショッキングな敗戦があって、うんうん、だからこれも高田さんのインタビューの収録の回のどこかで言ったかもしれないですけど、うんうん、この2戦目の内容がもし1戦目だったら、うんうん、その後のマット界の流れはだいぶ変わってたんじゃないかなと思うんですよ、うん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 、まあちょっとそこはたらればですね、うん、たらればでもこれね、うん、空想すると楽しいんですよ、ね、そうなんですか、だって、うん、ですよ、手叩きましたね1回目の高田ヒクソン戦、うん、まあ、こんなことありえないですけれども、うん、あったと想定してください、うんうんうん、で2回目の内容が1回目だったとしますよね、うんうんうん、そしたらもしかしたら前田さんと高田さんは仲悪くなってないかもしれない、うん、もしかしたら、うんうん、おう、よ、惜しかったなみたいに前田さんもなって、うん、あの試合後に険しい顔してリングサイドで腕組んで、うんうん、なかったかもしれないじゃないですか。ああ、あの前田、その前にちょっと質問させてほしいんですけど、はいはい、現実の高田ヒクソンの1戦目は前田さんはあんまりよく、あ、もう思われてなかった、よく思われてないとか、あの結構もう試合後に腕組んで険しい顔をして、うん、格闘技よりの雑誌で前田さん、 あなたはこれでも黙ってるんですかみたいなキャッチコピーを打たれたりとか、うんうん、で、あのもう激高しながら、うん、次は俺がやりますと、敵討ちじゃないですけれども、うんうんうん、前野さんが手を挙げたりとか、うん、そこまでこう劇場を、うん、がほとばしるようなシーンにはなってなかったかもしれない、うん、そこ前野さんのご機嫌を心配されて、いや、ご機嫌というか、ですから、あ、もうヒクソン結構もう大丈夫じゃんみたいな感じで、うんうん、例えば UWF 対グレイシーみたいな流れができてたかもしれないですよね、うんうんうん、UWF 選抜5人対グレイシージュース5人の5対5、いやー、ないと思います、ね、ないんですか、ないと思いますね、あんまり乗ってこないですね、乗ってこないですね、 そうですか、そこは、うん、もうなんかそこはね、たらればっていうかこう空想したいんですけど、そこなんかちょっと、うん、違うんですか、うん、もう負けは負け、2戦やって負けなんで、これ試合後のコメントいきます、試合後いきますか、はい、ちょっとこう一回止めて、はい、はい、回っております、はい、試合後のコメント、はい、もう実際に2回目の高田ヒクソン戦が終わった、はい、うん、後ですね、うん、の皆さんのコメント、僕からいいですか、はい、僕は、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13人、コメントいただいて、まして、コメントじゃないわ、コメントでいいのか、コメントコメントでいいと、はい、出していただいて、そのいい、まあ、感想ですかね、感想ですね、試合後の感想ですね、はい、一つだけ、はい、あ、一つだけ、はい、はい、この1年よく頑張り試合に臨んだ姿は大変評価したいと思う、うん、
だが柔術に対し同じ練習を積んで同じ土俵に立つことをどう考えても不利なので、高田の持ち味のスタンドでガンガン攻めた方が良かったと思う。お、23歳、画家の方ですね。これ田村さんの意見と似てますよね。似てますけど、この人はもうど素人ですからね。あ、そうですか、うん、どういう意味ですか。表面上しか見てないので、あの、はい、なんですか、深くないコメントですけど、でもこの人が一番あまともなことを言ってるなっていうふうにグッときました。田村さんの意見に似てますよね。あ、まあ浅いですよ。素人です。そこら辺の紙一重さがよくわからないんですけど。だこの人はこの方、でもね、発想は素晴らしい、はい、やっぱ画家なんでね、画家なんだよねってこう決めつけるのもあれですけど、でもこの発想すること自体がでも、まあ、ちょっと違うのかなっていう、そう、ここのだから、考え方の違いというか、ヒクソン対策に柔術を学ぶ、あるいは柔術の防ぎ方、防御の仕方とかを学ぶ、そこはもう切り捨てて、自分の持ち味であるスタンドで勝負した方がいいっていうのは、僕も田村さんの意見を聞いていて、あ、それはそうだなとはもちろん思うんですけれども、当時なぜそういうふうにならなかったんですかね。1回目の高田ヒクソン戦の時は、高田さん自身ですか。ちょっとどうでしょう、その周りの環境だったりするんですかね。なるほどね。あの、僕、私事でちょっと恐縮なんですけど、僕は普段そのタッチ、キック、打撃系、その組み技系、そのまあテイクダウン、ポジション取りっていうのを、22歳の頃にちょっとここはやっとこうかなと思った。もうポジションはちょっとまだあれか、レスリング系と打撃系はちょっと磨いとかなきゃなと思ったんです。90年代初頭の頃ですよね。91年ぐらいですね、90年か91年ぐらい、で、まあそこはまあやることやってればっていうので、後付けで僕の意見も増えてったのあると思うんですけど、僕はその U の練習をしてて、この範囲をやっとけば、まあ自分の技術も磨けるし、プラスその肉体的にも、高田さんのこう影響を受けたりして、やっぱりお客さんに納得できるような体作りをしなきゃいけないと思うので、で、そこからまあ、プライド、そういう総合格闘技の波が出てきて、まあ、柔道の吉田選手と、もう仮に、もうちょっとふと降りてきたんで、そのままパッと喋りますけど、柔道の吉田秀彦さんと対戦が僕、やった時に、プライドですね。はい。僕が柔道を習うと、練習でですよ、面白くないのもあったんですよ。僕は U の技術で向かうべきであって、で、その中で、柔道なんで、じゃあ対柔道に対しては、僕の持ってる武器は何を使えばいいか。グラウンドなのか、ポジションなのか、打撃なのか、レスリング系なのか。で、そこで僕は一回寝技を捨てようと。もう打撃で一回ちょっと勝負してみようかという。あの、寝技で付き合ったらこっちが不利になると思うんで。だそこの自分の持ってる武器をどの刀を出すかなっていうのを整理して試合に臨んでるんですね。臨んでたんです。だから、私の場合はそうです。なるほど。だからその当時高田さんがどういう心境で、どういう、まあやっぱ環境なのかもしれないですね。そうですね。その当時の周囲の環境だったり、まあ練習、も含めて、まあ、ここの今ファンが言ってたように、スタンドでガンガン攻めた方が良かったと思うと、そのスタンドでっていうのが、もしかしたらその周囲の環境によって、今までやってきたことが
自信が持てなくなってしまったのか、うんうんうん、その辺の心境の変化がね、あの謎というか、うんうん、あ残念だなって今だに思うんですよ、高田さんが、うんうん、ちょっと今田村さん、今吉田選手との話しましたけど、うん、寝技になったら不利になってしまうっていうふうに考えてたんですか。まあ不利っていう表現しましたね、うん、しましたね不利にはなんない、うん、ですけど寝技は捨てましたね。あ、捨てた、捨てたと思います、うんうん、不利ではないと思う。不利ではないですね、不利じゃなかった、ね、まあ道着を着てたら圧倒的に不利だと思いますけど、うん、道着を着てたら不利じゃないですねはい、はい、まあちゃってやってやりますよ。わわわわわそのね、20年くらい経ってから言うのやめてくださいよね。いやいや、面白い話はありがとうございます、うん、なんかありました。私は、うん、23歳女性の方、販売員の方です、うんうん、よく頑張った、興奮したので OK でしょう、うん、しかし勝ってほしかった、うんうん、これはねファンの意見をね代弁してると思いますね。うーん、よく頑張った、興奮した、うんうん、確か見ていてすごく興奮したっていうのも分かるんです、うんうんうん、しかし勝ってほしかった、うん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 、これはファンの意見をね代弁してると思います。はあ、もう実に興奮したけれども、うんうん、それで OK なんだけれど、うんうん、でもやっぱ勝ってほしかったと、うんうん、なるほどね、うん、ちょっとここは響きますねやっぱね、うんうん、ねえ、これぐらいですかね。いや、それはね、うん、すごく気持ちは分かります、うん、そこはまあそういう気持ちはちょっとは、はい、選手の立場としては受け入れなきゃいけないなっていうのはすごく、うんうん、僕はもうちょっと吉田戦、自分の反省も意味も含めて、うん、吉田戦の話をしだしたのは自分ですからね。そうそうそう、いや、私は何も誘導してませんよ。この今試合、高田彦三の試合後のコメントが僕に、うん、この方が僕に向けてんのかなと思って、うん、興奮したので OK だった。そう、しかし勝ってほしかった。試合も興奮しましたからね、本当にね、もう勝たなきゃダメなんですよね、うん、本当。まあ、でもね、はい、バンダレー戦にしても、はい、その吉田戦にしても、うん、未だにやっぱり田村さんはこう悪い意味ではなくて、うん、ね、根に持ってるというか、根に持ってる、いつかこう復讐してやろうみたいな、リベンジしてやろうみたいな、ね、そう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 、気持ちを持ち続けてるでしょうから、はいはい、だからそこが、うん、なんかいい意味で悪い意味でちょっと負けず嫌いっぽいのがあって、うんうん、いやいや、いい意味だと思いますよ、うん、吉田戦、バンダレー、シウバ戦っていうのは、もうバンダレーはもう、うん、あの野郎と思いながらずっと、うん、やっぱそこを、うん、この気持ちを維持してやっぱ練習、うん、はいはい、ウェイトにしても10回を11回やってやろうとかっていう気持ちが維持できたんで、うん、はいはい、すごく、まあ今となってはね、吉田選手にしても、バンダレーシーバーにしても、うん、まあね、当然、有効的になるでしょうし、うん、いいライバル、まあ、実際、ライジンのリングでは、あれ、うん、タック組んだんでしたっけ、シーバーと。相手でしたっけ、ごめんなさい。シーバーは同じですね、タック。田村シーバー組対桜庭所でしたっけ。はい、グラップリングルールで、僕とシーバー組んで、はい、対桜庭、はい、所選手。はい、うん、っていうのもあったりしましたけれども、だから割とシウバもね、全然喋んないんで言葉通じないんですけど、うん、はい、まあ、通訳の方もいらっしゃいますけど、やっぱりね、もうお互いこう戦友っぽい気持ちになりましたね、うん、こうもう目と目があって同じ空間にいて喋んないんですけど、うん、なんか昔敵ではありましたけど、うんうんうん、戦った者同士でこう言葉にはしないですけど、はい、こう認め合ってるような、うん、バンダレーね、懐かしいですね。懐かしいですね、はいはい、あのプライドでね、本当にこうにらみつけるようにしてこう手首をぐるぐるぐる回してたような、うん、もうシウバーブームと言ってもいいぐらいの熱量を醸し出した時にもありましたけど、そのプライドでのし上がってくる頃のね、バンダレーも面白かったんですよね。はははまあ、痩せ、いや、体重がない、細い、もう本当面白かった、あの頃のバンダレーは、うん、であれバンダレーの柔術チーム何でしたっけ、うん、すぐこういうのは出てこない
ちょっと出てこない。大変申し訳ないですけど。これね、多分聞いてる皆さんも、パッと出てくる人いないと思いますよ。そうですか、はい、年齢も50オーバーだね。おえー、おえーっていう掛け声がこう、はい、会場に響いていて。はい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 。ああいうのもなんか懐かしく感じますね。うん。で、こう喋りながら思い出そうとしてる。思い出せませんね。これコメントいただくということで、いやいや、まあコメントっていうかね、もうパッと出てくる方もいらっしゃるでしょうけど、ええ、あれなんだっけ、そういえばなんだっけっていう方も多いと思います。一回そういう歓声落とし穴にはまると、うん、もう絶対思い出せなくなりますね、うん、ちょっと気持ち悪いですね。気持ち悪い、本当に。何でしたっけ。一回止めますね。止めなくていいですか。以前回しました。もう完璧に思い出しましたね。それ調べてるから、頭だけ言ってください。ん？シュート、ああ、シュートボクセ。そう、シュートボクセ。なぜこれを忘れるという話なんですけどね。いや、忘れますよ。もう二十数年前ですから。シュートボクセです。そうです。だからまだシューバもハングリー青春がある時ですよね、その、今。どうしました？いや、今ハングリー青春って聞こえたんです。ハングリー青春って素敵な言葉だなと思います。ハングリー精神がある頃ですよね。はい、そのおっしゃってた、はいはいはい、まだそうですそうです。プライドに。もちろん上り詰めていった頃の、うん、まあ見ることやったりとか、うん、いろんなこう超ヘビー級の選手とやったりする時のシューバーも良かったんですけど、うん、もちろんサックを相手にした時もね。うんうんうん、こうプライドの中で頭角を現してくることの頃のシューバーっていうのが鮮烈にイメージ残ってますね。うん、もうまあある意味母国でプライド御殿も建てられてるでしょうしね。あ、そうなんですか。いや、知らないです。知らないんですか。それを言うならブラジルでも今頃言われてますよ、田村御殿が建ってるって。ブラジルの方で今頃シウバが言ってますよ、うん、田村はあの田村御殿建ててるんだぜって言ってない。言ってないですね。ブラジルってだって、はい、多分、うん、その貨幣価値も違うでしょうし、なるほど、あの一攫千金ですよね、うん、そのシウバからしてみると、はいはいはい、日本で試合でギャラもらって、うん、ファイトマネーもらって、うん、そうですね、うん、だからプライド御殿、あれ？プライド御殿？ブライド御殿？ブラジル御殿？何ですか、ちょっと何の話をしているのかよくわからないな。まあまあいいですわ、はい、じゃあこんな感じでしょうか。どんな感じですか。試合前と後とかなりバタつきましたけれども、うん、大丈夫ですかね。結構長く喋ったと思います。はい、まあ、いずれにしてもですね、うん、あの高田ヒクソン2戦目にしてもこれだけ盛り上がりを見せたというのは伝わったんじゃないかなと、うん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 、思いますけれども。はい、わかります。じゃあ改めまして次は前田さんが高田さんを切ると、うんうん、という内容を振り返りたいと思います、はい、ありがとうございました。